皆さんこんにちはそれでは担当分析会を始めます企業法担当いたします森村と申しますそれでは早速お配りの資料をご覧くださいもう企業法というのはですね分析といっても毎年同じなんですね前回と同じでしたっていう一言で終わっちゃうようなことなんですけれどもまあ一応見ていきましょうまず形式面ですけれども取材数は前回と同じ二十問でした まあここのところずっと20問ですで20問で100点満点なのでえ基本的には配点は5点ということでこれももうずっと同じですねであと問題詞問題の足が、えー、4詞そして選択肢が6詞というのもこれも基本的に同じです問題詞があいうえとあってそして選択肢があいから、えー、上までの全部の組み合わせというのが書いてあるというこれもずっと同じですね で問題文の表現なんですけれどもこれは20問すべて正しいものの組み合わせを選ぶという問題でした正しいものの組み合わせこれも基本的にずっと同じですねで、正しいものの組み合わせというのはですねこの4つの足ああいう上の4つの足の中で正しい足が2つ誤っている足が2つありましてそのうち正しい足2つの組み合わせを え下の選択肢から選んでいただくというそれだけのことですそしてあと問題文のテーマというものも例えばこれですと個人承認に関する問題だというのもこれももうすべての問題に書いてありますので何の問題か、えー、そしてまあ正しい足が二つ誤っている足が二つこれも全部同じですねであと今年は名を書きのある問題が三問取材されていました、えー、今見,た見ていただいている問題一。 そして問題7問題題ですでこういうなお書きのある問題というのは論文で出た時には論文式試験の時にはものすごく重要な意味を持つんですけども担当で特に今回の問題1問題7問題15というのはいずれもですねその例えば問題1ですと商法の規定を変更し排除する特約がない。 だから特約については考えなくていいですよっていうそういう問題ですよねそして問題7は名を書きで今度は定款に別段の定めはないっていうので定款の規定は考えなくていいですよという問題ですね問題15も同じく定款に定めはないですから定款の規定は考えなくていいですよという問題ですねってことは要するに名を書き読み落としてしまっても全然問題はないわけですねただそういうあんまり意味のない今回は名を書きだったんですけども 時々意味のある名を書きが出ることもありますのでそこはちょっと気をつけておいてくださいあと問題の形式でむしろ注意しなきゃいけなかったのが問題12の問題ですこれはやや複雑なんですねで聞かれてるのは任務受け退責任の一部免除っていうそういう問題なんですけども ご存知のように一部免除、まあ、そもそも免除には全部免除と一部免除があって一部免除には株主総会主導で行うものと特別決議で行うものと取締役会主導で行うものがあるとでそのうちの株主総会の特別決議によって行うものであるという限定がついてますのでこれは読み落とすとちょっとまずいことになるなというところですね。まあ、これもでももででじじっくり読んいいいいけば特ににに、問題はは、なとと思まますで。取材内容つつきましては、まあ、毎年いつもと同じように 条文を問う問題がほとんどですね。しかも条文の損否を問うあるかないかという問題がほとんどでした、えー。解釈を問う問題も取材されていません。で解釈に関してはまあ判例を問う問題というのが一問丸ごと四紙四足出題されました。これが問題の九です。でこれが今までに出された、えー、判例の問題としては最難最難問と。 一番難しい問題というふうに言ってもいいような問題でした、えー、このうちですねこのあいうえすすべて判例なんですけれどもあの足といの足えの足っていうのはこれ論文式の試験としてその論点として出題されるような判例ですね特にこのあの足というのは、うん、代表取締役の選定会食というのを取締役会の 決議のほか、株主総会にもその権限を並列的に与えることができるのかという問題で、これ実はもう論文の今年の山って言われているような問題、え今年とかまあ来年ですよね、来年の山って言われているような問題です。そういうようなものが担当で聞かれました。で、さらにですね、ウノアシの判例というのはこれもう民事訴訟法の問題なんですよね。訴えの利益なんていうのは民訴の問題なので、ここまで準備してた方はいらっしゃらないと思います。 で今後まあこういうその普通は勉強してない問題、えー、判例が出る可能性っていうのはそれははっきり言って分かりません出る可能性ももちろんありますじゃあどういうふうに対策をするかっていうことですけどもこれ対策するにはコストがかかりすぎますのでこういうものはもう対策しない方がいいと思いますで読んでもらえれば大体2つには足絞れると思いますのであとはもう五分五分の確率で、えー、その場で考えるっていう方法が一番、えー、そのおいいんじゃないかと。 コスストパフォーマンとということではいいいいいんじゃないかとううふうに思いますですから判例の勉強の仕方としましては従来取材されてきたレベルの判例をテキストを読んだりあるいは担当上級講座を聞いていただいてその中で出てくる判例を押さえておかれれば相対,試験の相対試験ですからその対策としては十分だと思います。で条文を聞かれてるかどうかというのはこの本文の第9問にもありますように最高裁判所の趣旨に照らしたとか最高裁判所の判例によればっていうふうに ちゃんと書いてくれてありますのでそこで迷うようなことはないと思います。であとは、えー、っとこの会社法施行規則についてちょっと、えー、取材分野飛ばしまして会社法施行規則については今回は取材されてませんで、まあ、毎年大体規則については一足ぐらい出てるので、えー、今回出なかったなと思ってたらですねよーく見たら問題6の絵の足。 問題6の、A、の絵足がです、ねえー、この足ですけども株式の分割または無償割り当てによって発行済み株式の数が増加しても資本金の額は増加しないっていうのがあるんですけどもこれが会社計算規則の16条1項にです、ね、よく探したらここに名文の規定が載ってましたなのでまあ規則という意味では今年も一足出たって言えるのかなっていうところです。ただこここれはは企業法ででんんなところまま勉強しませんわね でまあ、むしろ皆さん方にとってみれば他の科目でまあそれは常識的に知ってるよということなので大した問題はないんじゃないかと思います。だからこれについても従来通りテキストあるいは講義の中で触れる規則その程度をやっておけば特に対策としては問題ないというふうに思いますすす上戻りりりまして縦2の今度分野別出題数でででねねこれもまあ毎年似たた寄ったりです、ねえー、商法から2問です。 で今回は商法から2問で会社法捜索からは全然出てませんまるっきり商法から出ていますまあ商法から出ようが会社法捜索から出ようが主語がちょっと違うだけで内容同じですからそれも気にすることはないんですけどねで会社法から14問金融商品取引法から2問取材されてますで会社法の内訳これもほぼ例年通りで設立から2問過去書きは前回なんですけども前回もまあ2問でしたよねで株式から2問 期間から六問、資金調達から二問、計算から一問、持ち分会社から一問、組織再編から二問、まあ組織再編から二問ってしてますけども、その、えー、あれですね、その会社の解散自由を問うようなそういう問題でしたので、まあその他っていうふうに分類してもいいと思いますけど、まあ組織再編についてのその生産自由、解散自由ということでしたので、ここでは組織再編に分類してます。で、要するにまあ毎回同じなんですよね。ってことは対策としましては全範囲から まんべんなく取材されているわけですから、全範囲を勉強していくっていう必要性がそれはありますね。っていう、まあ、一番つまらない結論に落ち着くわけですね。じゃ、あ次難易度ですけれども、難易度に関しましてはですね。まあ、これがあの、左側に書いてある四十七点、四パーセントとかですね。これが、えっと、本試験の。その、お、の平均点です。で、右側がこれ全体の合格点です。全体、要するにボーダーラインっていうのがこの右側ですね。 で今まで企業法が一番優しかったのが平成28年の12月でしてこの時はなんと60%を企業法が平均で超えちゃったもんですからその合格最低点としては70点という目安があるんですけどもそれをもう押し上げちゃったっていうのが一回あるんですね71%なんていうことになっちゃったとでもそれ以外は企業法についてはですね企業法の平均点が何点だろうがそれとその全体のボーダーとは何の関係もないですからね。 企業法がすごく優しくても全体のボーダーが低いってことがありますのでこれは要するに企業法っていうのは見ていただきますと大体その平均,平均の平均が50点何パーセントなんですよねそうするとそ,れそこからですね難しくても優しくてもそのトぐらいしか変わらないんですよよっぽどの年を除いてはですねそうすると5%っていったら結局一問ですよね。 だから平均して一問その受験生の皆さんができたかできないかっていう程度の差の難易度しかありませんのでだからその難易度について企業法については来年難しくなるだろうかって次は難しくなるだろうかっていうようなことはあれこれ心配する必要は全然な,かないというふうに思います。でまあ平均も今回まあ単なる腰だめの数字の予想でですね55%ぐらいじゃないかっていうふうに思ってるんですけどもただ こ,れをこのレジュメ書いた後で、そで受,受験生の皆さんからいろいろ話を聞いていくともうちょっと下がるかなと下手するとまあ53%ぐらいになるかなというふうに思いますけども2%違ったからどうっていうこともないですのでまあたい毎年同じような難易度の問題は出るなっていうふうに考えておいてもらえばいいですただまあ平均回帰の法則っていうのがありますから今回はまあ史上2番目に多分優しかったっていうそれぐらいの,えその難易度でしたので次回「5月担当」は 今回よりも若干難しくななるかなと要するに普通に平均的な問題に戻るかなっていうふうな感覚を持っています。であとですね企業法の場合はその難易度といっても結局出題された条文自体の難易度というよりもですね自分が知ってる条文が たたくさん出たかどうかによって主観的な難易度はもちろん変わるわるけですよねどんな複雑な難しい問題でも自分はそこは出るんじゃないかと思ってしっかり読んでたとかあるいは試験の直前に6本開けてそこ読んでたっていうのは条文であればですねどんな難しい問題が出てもすらすら丸か×かは判定できるわけですよね。で,ですので、えー、結局勉強の範囲をどこまで広げるか。 どこどこまでたくさんの条文に当たるかということが本試験の難易度、主観的な難易度を決めるってことになりますので、それがまあ、すなわち得点のその、えー、取れるかどうかっていうことにも関わってくるかと思います。ではどうやって勉強するかっていうことなんですけども、基本的にはですね、担当テキストと一問一答で十分だと思います。もちろん講義を聞いていただいた方が。 テキストの内容は分かりやすく,分かりやすくなると思いますしまた講義の中で,です、ね、これメモしてくださいとかあるいはもうあらかじめそのプレゼンターに移す中でメモしてあるそこから割とよく出てますのでそのレベルまで要求しているということですのでできればそれは時間的に余裕があれば講義を聞かれた方がいいとは思います。で、さらにです、ね。とは思いまいとは思います。とは思います。とは思いう勉強方法いも,もちろんあります。で実際にそういます。とをしている方いらとしゃいます。けどなかなか大変ですね。ね ただ単に条文だけ読んでいくっていうのはなかなか大変なのでそのためにレックでは城解説いいう書物を出していますでこれは条文とですねその条文のあとにその解説を書いてあるっていうそれがずっと一条からずっと続いてるっていうそういうものでしてでこれを読み込んでいただければもうそれはほぼ完璧に穴はなくなります。ただだ全部読み込むののは大変だっていうというこでですので、まあ それは辞書的に使うっていう使い方ももちろんありですね論文まで使える書物ですであと一問一答は今年ですね大幅な改定をしまして現在書店に並んでいるもの書店書店じゃないのかな今はレックで並んでいるものはですね最近の取材傾向に対応できるようにもちろんなってますでこれ結構ベストセラーになってますのでぜひお買い求めいただきたいと思いますでなおですね5月担当用にはさらに小幅な改定をこれから することになるんですけども、小幅な改定ってその直近2回の過去問入れるだけなんですよ。で、しかも直近2問の過去問をそれがそのまま足で入るかっていうと、特に前々回の過去問なんていうのはですね、そのだから前回の5月担当ですね。そのさらに前の過去問の焼き直しがやたらたくさん出た回だったんですよ。だから結局それを追加するって言っても、そのもうすでに収録されている足に。 何年出題っていうその何年に題の最後にちょこっとその何年が加わるっていうだけになりますのでだから今販売されれてているものを使われて全然問題ないですでその小幅改定今後したものについては2月の下旬にならないと出ないと思いますので発売されないと思いますのでもしもう早,早めに解きたいという方は今販売されているものを使っていただいて全然差し支えはないということですね。 で以上まとめますと企業法に関しましては取材形式、えー、分野別取材数に大きな変化はなく難易度は、まあ、今回はかなり優しかったとはいえ、まあ、大体いつもの,そのう難易度の幅の中には入ってるということですね。でしたがって、えー、今度の5月担当に関する対策も客観面としては従来通りでいいということになりますね。それではあともう15分しかないですけども、えー、正答率の低いと思われる問題について何問か検討を加えていきましょう。 では、えー、問題一からいきましょうか。これ結構難しかったですよね。<laughs> 問題一ですね、えー。個人承認に関する問題ですと。うん、で、あの足は、まあ、大丈夫だと思うんですよ。講義を営む者は、商行為を行うことを行,うと,を行うとしないものであっても、商商人とみなされると。 そうですよね工業っていうのは原子産業ですからねで基本的にあの商工医というのは仕入れて利を乗せて売るっていうのがこれ基本形態ですから工業っていうのはですね要するに石炭掘ってくるとか石油掘ってくるとか金掘るとかっていうので、えー、どっかから買ってきて利を乗せて売るっていう仕入れってのがないですよねだからあれはその商工医には含まれないんですね、えー、だからこういうの承認にはなり得ないわけですけどもただまあ 工業というのはその同じ原子産業でも農業とか漁業に比べてまあ通常は大規模な企業的設備を持って行っているということなので、個人として営とらん場合であっても商人であるということで犠牲商人になっているわけですね。まあ、これはいいでしょう。で井の足、まあ、これはちょっとしたひっかけですよね。営業を譲り受けた商人が営業上とした商人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたことにより、 譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合、これ譲り受け人の責任はってなってますけど、これが間違ってますよね。譲り渡し人の責任はですよね。当該広告があった日後2年以内に請求または請求の予告をしない債権者に対してはその期間を経過したときに証明すると。これ営業譲り渡しても営業上の債権は移っていかないじゃないかっていうそういう原則的なそういう発想から考えてしまうと。 あ譲り受け人の責任が消滅するっていうのでなんとなく合ってるように思えちゃいますけどこれ広告打っちゃってますからもう世間一般に私が債務引き受けてますよってことを言っちゃってるわけですからねだから譲り受け人の責任はそのまま継続して逆に譲り渡し人の責任が消滅するというそういう形になるわけですよね。ででででこれもななななか細かか細いすすすよよねね物物物品品品ののの賃賃貸貸ん販売はくてを目的とする 店舗の使用人は当該使用人に対して商人が権限を与えていないことにつき相手方が悪意であった場合を除きその店舗にある物品の賃貸をする権限を有するものとみなされるこれ正しいんですよね。ですよで条文をよく見てみるとどういうふうに書いてあるかというとその条文はですね「物品の販売等」って書いてあるんですよ「等」などですよね。そそののののっってててて言葉が出てきた場合はは本当にに要注意でしてその等の中には 販売のほかに賃貸その他これに類する行為物品販売賃貸その他これに類する行為というものが含まれているとだからそこまでやっぱり条文しっかり注意して読み込んどかないとですね、えー、これはこれ販売じゃないんだってだからこれ間違いなんだというふうに引っかかっちゃう可能性がありますね。 代理証が証人のために、えー、取引の売買または代理または売買をしたことによって生じた債権の弁済期が到来している時はその弁済を受けるまでは当該証人のために当該代理証が占有しているものを留置することができるが有価証券を留置することはできないかというと,、えーまあ大えー、っとこれいわゆる留置権の問題ですよねで留置権に関しては非担保債権とそれから留置物と。 両者の権連関係がいるかどうかっていう3つの要件に分けて考えましょうっていうふうに講義でもお話してるんですけどもその中のこれは留置物の要件ですよねで。留置物の要件については何を留置することができるのかと誰のものを留置することができるのかっていうそういう2つの観点から見なきゃいけない。そうするとこの場合には代理証の留置権ですから「えー、誰の」っていうのは債務者所有のものでもなくてもよかったですよね。でそのほかに物または有価証券を留置することができるっていう。 要するにコミッションをもらうまでは誰か誰のものであろうが預かったものをその、えー、商人に対して渡さなくてもいいよと自分のもとに留め置くことができる権利だよというそういうことなんですよね。はいということですでもこれはまあ結構難しい問題でしたよね。次問題2も見ておきましょうか第2問問題2ですね。 で、これは証行為に関する問題ですね。で、えー、他人から、あの足、他人から取得する有価証券の供給契約及びその履行のために有償取得を。目的とする行為は絶対的証行為に当たる。これは、まあ、五百一条二号っていう条文で、まあ、非常に読みにくい条文で。えー、勉強するとき嫌になっちゃうところですよね。いわゆる登記売却とその実行行為と言われているものですよね。で、これは丸ですよね。 で次井の足数人の者がその一人または全員のために消防行為となる行為によって債務を負担したときは別段の意思表示がない限り各債務者は債権者に対し平等に分割された債務を負担するかというとこの平等に分割された債務っていうのがこれが間違ってるわけですよねこれ平等に分割された債務っていうのは、えー、これあの民法の分割債務の原則なんですけれども消防、えー、法の場合にはこの要件が その満たされる場合には連帯債務を負いますのでね、そこが間違っているということですで。っていうのはし、えー、特命組合契約は特命組合員と営業者との間の特約がない限り、当該特命組合員の死亡によって終了するかというと、特命組合員の死亡によっては終了しないんですよね。で逆に営業者が終了、えー、死亡してしまうと特命組合契約は終了します。っていうのは営業者ってのはその能力のある人ですから。 その人が誰であるかところが特命組合員っていうのはお金出してるだけですからそのお金出してるだけの地位ってことは要するに株株式会社の株主とそんなな変わらないわらいけですよそうすると株式会社の株主が死んじゃったらどうなるかそれは相続が起こりますよねっていうのと同じですだからこの場合は特命組合員が死亡したら単に相続が起こるだけで契約自体はそのまま存続していくっていうことですよね。はい、では次、えー 倉庫営業者が帰宅物について蔵に証券を発行した場合は倉庫営業者は蔵に証券の所持人に対してこれと引き換えでなければ帰宅物の返還をすることを要しないそれは蔵に証券というのはその帰宅物の返還請求権というのを表彰しているわけですからそれはそれがなければですねそ,れをその帰宅物を返してもらうことはできませんよねっていうそういうお話ですよね。はい、これもいいでしょう では次問題12たりまで飛びましょうか問題二で問題12は株式会社の役員等の えー、任務形態責任の株主総会の特別決による一部免除というそういう問題ですねそういう限定された問題です、まあ、あの足と井の足だけ見とけばいいですかね、えー、あの足取締役が事故のために株式会社と取引をした場合に当該取引から生じた当該取締役の任務形態、えー、責任は一部免除の対象とはならないこれ総株主の同意があれば全部免除は可能でしたよね。 でも一部免除はダメでしたよね。で、そこのところは、まあ、その程度の覚え方はしておく必要がありますねで。井上氏、株式会社に最終完全親会社等があり、取締役の任務受け体責任が特定責任であるときは、同責任は最終完全親会社等の株主総会の特別決議による一部免除の対象とはならないかと。まあ、ややこしいこと書いてますけど、これ平成26年の改正で、 その最終完全親会社の規定が置かれたわけですけどもこれは要するに両会社の特別決議があれば株主総会の特別決議があれば免除することができるというだけですのでまあこれも一般的にですねその最終完全親会社等についてのえまあ知識があればなんとかなるんじゃないかとは思いますはいでは次いきましょう次は第15問ですね。 これは迷われた方多かったんじゃないかと思いますけども、レックではまここはしっかり覚えてねというのでえ全員の同意なのか過半数の同意でいいのかっていう話はえしっかりしているところです。あの足とイノワシを区別しっかりつきますかっていうそういう問題ですよね。あの足持ち分会社の業務を執行する社員は当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければ。 当該持ち分会社の事業と同種の事業を目的とする株式会社の取締役となることができないとでまず就任についても同業他社の取締役への就任についても承諾が必要なんですよねそしてこれは過半数の承認では足りないんですよね過半数の承認では足りなくて、えー、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければならないということになってます。でまあ、これはあの、 簡単にその株式会社の場合には例えば取締役会設置会社であろうが株主、えー、非設置会社であろうが取締役会なりあるいは株主総会なりの過半数の承認で足りましたよね過半数の承認で足りるとところが持ち分会社の場合には、えー、協業取引をすするときにはは過半数でで足りないんですよねでそれなぜかっていうので、まあ、実はこれさまざま経緯があって理由があるんですけども覚え方としては持ち分会社の場合にはそんなに企業結合の必要性はないだろうと。 株式会社においてはその複雑に資本関係が入り組んでたりしてです、ね、そしてえその同業者なんだけれども同業者なんだけれども実は同じ企業グループの一員であるという会社がありうると。そうそう,そうい会う会社の A 会社のの A 取取取締締役役がが B 会社の代表ととしてて協業取引を行う必要性が出てくるとなのでその場合はそういうことも可能であるように過半数の承認で足りるんだというような覚え方をしてもらっていますこれに対しても自分会社の場合にはそんなに協業の必要性なんかないんじゃないのと。 いうふうふに覚えておいてもらえばこれは過半数では足りないというふうに覚えてもらえることができるんじゃないかと思います。これに対して井ノ端持ち分会社の業務を執行する社員が事故または第三者のために当該持ち分会社と取引をしようとするときにはこれ利益相反取引の直接取引ですよね当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならないとこれは逆に過半数の承認で足りるということですのでなぜ過半数の承認で足りるか一つの覚え方としてはこれは例えば会社の売れ残りの商品を取締役に言ってみれば押し付けると。 で、そういう時にそういう取引が必要な場合があるから。だから、それに備えて、他の社員の全員の承諾までは要求してないっていう、そういう覚え方でもいいと思います。まあ、本当の理由を言いますと、これというのはですね、そもそも会社と取締役との間の取引ってことは、これ、会社の業務執行の意思決定の一環なんですよね。で、会社の業務執行の意思決定の一環というのは。 どういう要件で意思決定するかというと、それは業務執行社員の過半数で意思決定するわけですよね。いいかな、ちょっと細かい話になっちゃってますかね。えー、なんですよ。ところが、その利益相反取引ですから、これはちょっと危険性が大きいとというので、業務執行社員の過半数では足りないよと。全社員の過半数っていうふうに、要件を実は課長したものなんですけどね。まあ、それはあの担当ですので、覚え方っていうのは、その結論がしっかりわかるような覚え方で。 そのめちゃくちゃゃく間違ってるそれは理由で覚えちゃしょうがないですけどもいろんな説ありますので覚えやすい覚え方をしてもらえばいいとは思うんですけどねまあ論文に出るような論点ですとやっぱり論文にも対応できるような理由をしっかりつけておく必要はありますけどまあこういうとこは論文出ないとは思いますのでねはいでは右の足持ち分会社の支配人の潜任及び解任は総社員の同意をもって決定するこれは総社員の過半数でいいってことですよねこれもさっきと実は理由同じなんですよ利益相反取引と。で 支配人っていうのはその,その会社の営業に関する本店支店の営業に関する一切の裁判所裁判外の声をなす権限を有するということになっちゃいますよね。でそうするとそういうような重大な使用人を選ぶときは業務執行社員の過半数の意思決定では足りないんだと業務執行権を持ってない社員も含めて全員の過半数でその決定しなきゃいけないんだというので宇野は,はこれ総社員の えー、ああそうそう、あのー、全社員の過半数とい,いうふうに要件が、えー、厳しくなってるわけですけどただ、総社員の同意までは必要がないということで「う」の足は「総社員の同意」というところが間違ってるということですよね。え、はいまあの足はこれも引っかかりやすそうなところなんですよ。持ち分会社の業務を執行する社員は当該持ち分会社または他の社員の請求があるときはいつでも。 こいつでもって来られるとなんとなく限定があるように思えちゃいますよねいつでもっていうのは他の自由が要せずにっていうことですあるいは時期の限定がなしにっていうことですねだからこれ覚えるときにこれはもう覚えるときにですねそのテキストなりあるいは条文読んだときにいつでもとかいういうもの言葉があったらそれはもう他に条件いらないっていうのはここはしっかり覚えておく必要性がありますこれ逆に引っかかりますからね罰の足っていうふうに感じてしまいますのでねはいでは、えー もう一つぐらいいけますか。もうちょっと時間なくなっちゃいましたかねそうですね16問ちょっと注意していただきたいのは N の足ですよねこんな細かいところまで出ちゃいましたと代表社債権者代表社債権者を選任するには、えー、議決権者の議決権の総額の5分の1以上で かつなんですよね出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上という、まあ、この程度の要件は覚えておく必要性があるなということですね。で前回は、えー、っとその総理総会の決議要件が出たりしてましたのでこういう決議要件について数字まではやっぱり覚えておく必要性はあるなということですね。ははいいかかがででしょうか、えー、それでは企業法に はこれで終わりまして、えー、次の科目にバトンタッチをしたいと思います。はい、えー、それではですね分析会の管理会計論ですね始めていきたいと思います。えー、担当アあれくせに講師にのみやですよろしくお願いします。はいえー、っとまあ管理会計論ですねまあ今回受けられた方ですねかなりまあ難しかったなと印象を持たれている方多いんじゃないかと思います。 まあ当日にあの公表動画も、ね、上げているのでそちらについてもご覧になられた方多いんじゃないかと思うんですけども、まあ、今回の管理会計論についてはあの1時間で16問の問題を解いていく形式に変わってからは、まあ、過去一番、ね、難しい問題になってくるかなと思いますので、まあ、相当です、ね、あの実際の出来栄えについてはです、ね、厳しいものがあったのかなと思いますで目標点数としましては、まあ、今日お配りしているレジュメにも書いてあるんですけども 49.4点、だいまあ50点ぐらいっていうのが、まあ、今回の管理会計論についてのボーダーラインということになってきますので、まあ、例年、だいたい管理会計論については、まあ、60点から65点ぐらいのレンジで、まあ、合格ラインの、ね、点数決まってくるわけですけど、まあ、そこからだいた10点から15点ぐらい点数が下がってきた形になりますので、まあ、相当、ね、あの厳しい戦いだったんじゃないかなと思うんですが。 恐、まあ、らく平均点についてもです、ね、例年45%ぐらいが管理会計論の平均点なんですけど、まあ、それも多分35%ぐらいになってくるかなと思いますので。 ちょっとこれはどうなるかわからないんですけどもあの、まあ、過去に一度、ね、そういったあの40%を、ね、平均点が下回るような年もありまして、まあ、その時にまに足切りっていうのがなくなった形になるんですけど、ど、まあ今回はもしかしたら足切りがなくなる可能性もあるのかなというところで、まあ、この辺はちょっと蓋を開けてみないとわからないところです。はい でなかなかこういうレベル間の本試験の問題でまあ7割とかまああるいは8割とかですねまあ、そういう点数を取っていくっていうのは現実的ではないのでで普段の対策としてもねそれを目標にして勉強していくっていうのは他の科目がおろそかになってしまいますから、まあ、今回の本試験はね今回の本試験としてそれはそれとして置いといていただいてですねやっぱりまあ取ればね あの取らなきゃいけないものっていうのがしっかりと取れていれば合格ラインの点数は取れるわけですから、まあ、絶対的な出来についてはあんまり気にせずに自分の相対的な出来ですねそこを重視してほしいなと思いますね。はい、で分析会はですねこちらのレジュメと問題を使ってやっていきますので、まあ、管理会計論ですねちょっとセットをご用意いただければなと思うんですけどまずちょっと このレジュメの方ですね開いていただきましてでまあ簡単に過去の傾向なども載せてあるんですがまあ今回の本試験についてはまあ計算と理論でそれぞれ8問8問という問題構成でしたまあ原価計算論点において計算理論4問4問管理会計論点において計算理論4問4問という形になっていて まあ合計8問8問とで、まあ、これは平成30年第2回の本試験の問題と全く同じ問題構成となっていてまあ当連とかあるいは模試などにおいてもこういった問題構成の問題は解いていたかと思いますので特にまあ今後はちょっとどうなるか分かりませんけど基本的にはこういうね8問8問の構成かあるいは7対9の割合になるかどちらかだと思いますね。 まあ計算が9問とかになってくることはね、今でもただやさえ時間的にタイトなんで計算の分量が増えるってことはまずないかと思いますのでまあマックスね計算が8問出てくるっていう認識でまあこれからね対策を取っていただくといいのかなと思います。で、配点ベースだと計算と理論でまあ6割対4割と60点対40点ということでまあ計算の方が比重としてはでかくなっているんですけども。 まあ今回の本試験で、まあ、合格点を支出するためには、まあ、どういう、ね、得点が望まれたかっていうと、まあ、理論に関してはどうしてもですねやっぱり結構簡単な問題が多かったので、まあ、多くてもミスは、ね、3つぐらいにとどめなければいけないかなと思います。まあ、これは特に今回の本試験に限ったことではなくてここ最近の試験はずっとそうですね。 管理会計の理論についてはそんなに難易度の高いものっていうのが問われてるわけではなくて標準的なレベルのものが非常に多いので、まあ、8問のうちできれば6問は取りたいかなと、まあ、原価計算論点で1個ミスって管理会計論点で1個ミスるっていうところがまあ許容できるレベルかなと思いますまあ多くてもあと1問間違,ぐ間違いぐらいでとどめなければ厳しいかなと思いますね、まあ、理論で大体そうですね、まあ、6問取って30点ぐらい狙ってもらって で計算でまあ残り20点ぐらいを取っていくっていう形になるので、まあ、計算問題については20点だと大体3問ぐらいっていうのが問題数ベースで見た時の合格ラインになってくるかなと思います。 まあ結構今回の問題は正当可能性もあの低いという評価のものが非常に多かったのでまあ3問解いていくっていうのも厳しいものがあるのかもしれないんですけどもやっぱりまあ3問ぐらい取れないようだとなかなか合格ラインには乗っかってこないかなってところがありますね。はい、で具体的にににには次のページに各問題に対すするるコメントなどどもも掲載してあるんですけどもまあ特に この中で取らなきゃいけなかったのは計算としては問題8と問題10ですねこの2問は絶対取らなきゃいけなかった問題だとここはかなり基本的な問題が問われていたのでまあ、問題8なんかはねもう過去にも類似の問題が何回も出ていますし、まあ、担当の問題集とかにも似たような問題っていうのが掲載されていましたのでまあ、これは絶対できなければいけない標準原価計算の基本的な問題でした。で 問題10についてはこれは CVP 分析ですね、まあ、感度分析の問題が問われていたわけですけど、まあ、これも落ち着いて対処すればですねなんてことない問題だったので、まあ、おそらくねこれが本試験ではなくて普段の実習の時に解いてくださいねっていう、まあ、そういった問題であればねほとんどの方が正解できる内容だったのではないのかなと思います。はい まあ焦りからね来るミスもあったかもしれませんけどでもまあこの2問取れないようだとなかなか他で確実に正解できるものっていうのが今回は少ないのであの結果的にねあの厳しいものになったのかなと思います。であとはまあ,あの時間かければ取れるものとしては問題4問とかはこれは時間をかければなんとか正解できるというか正解しやすい問題かなと思います。 他のものはちょっと確実に取れるっていうのはなかなか厳しいところがあるのでまあ4番は計算の物量は多いんですすけけども時間さえかければね対処るあとでまた具体的に問題見ていきたいと思いますけどもまあ計算はこの3問でなんとかね正解出してもらってまあ残りについてはもう勘で答えるっていうところがまあ現実的な対応だったのかなと思います。はい だから、まあ、あの管理会計についてはですね、まあ、今回は特に顕著ですけどもあの基本的に水物科目なんですよね、まあ、本試験の難易度っていうのもばらつきがありますしで、まあ、皆さんの,その本試験におけるパフォーマンスについてもその日の、ね、調子とかに、まあ、ものすごく影響される分科目になってくるかなと思いますので、まあ、こういった科目において安定して合格ラインの点数を取っていくためにはどうしても理論学習っていうのをしっかりやっておかないといけないんですよ。 で理論については先ほども申し上げたとおり基本的に最近の試験っていうのは難しいものはあまり問われていないでましてや半分は原価計算基準から出てくるわけですからここについてはやっぱりね確実に正解をしていって安定した点数を確保してで安心感を持ってそういう計算問題に取り組んでいくっていうのも全然違うと思うんですよ。やっぱり理論が、ね、あんまり安定しない中で計算問題解いていくってなるとすごい不安な気持ちで計算に臨むことになりますんで。 多少ね、計算で失敗しても理論で取れてるっていうのは、それは計算問題解くときにね、すごい安心感を持って解くことができるかと思いますので、それはまたね、計算の、あのー、正解できるかどうかっていう結果に直結するところなのかなと思いますから、理論対策っていうのがね、あの今回、理論取れなかった方については、しっかりやっていただきたいなというふうに思いますね。はい、で、ちょっと書く問題ですね、あのー、見ていきたいと思うんですけど。 本試験の問題ですね、お手元にご用意いただきましてでまあ問題1は原価計算基準からのおなじみの問題でまあ選択肢の「後と「が誤りっていうことになるんですけども「あ」についてはすぐに正誤判断できた方多いんじゃないかと思います。 この予算統制のために必要な原価資料を提供することは、まあ、これは制度としての原価計算の範囲外に属するって書いてますけどこ、まあ、これは範囲ないっていいうところが正しい表現ですね、はいまあ、原価計算制度の目的の一つとして予算統制っていうのが基準の2番にも明記されていますので、まあ、基準の2番がね、まあ、しっかりと頭に入っていた方はまあ即座に×足だっていうのが判断できる問題でした。はい、でちょっと難しいのが選択肢の絵ですね。 まあこれが若干ね判断に悩むところかもしれませんけどもまあ原価の数値は財務会計の原資記録信頼しうる統計資料等によってその信憑性が確保されるものでなければならないとこのため原価計算は原則として実際原価を計算するとここまではまあ正しい記述ですでこの場合実際原価を計算することは取得価格をもって原価を計算することを意味するって書いてますけどこの部分が誤りですねまあこの 実際の取得単価を使って実際原価を計算するっていうのが原則ではあるんですけどもその一方で容認処理としてはですね予定価格等を使った計算っていうのが認められているわけですからまあそのことが頭に入っていないとまあこの文章はですねなかなか罰足だっって判断が難しかかたんじゃないかないいと思いますで結構基準の難しいところでねなかなかまあ基準もねあの47個しかないわけですけどまあ満点取れる方ってそう多くないんですよ。 でどうしてもこの選択肢の「あ」のようにもうすごいあの直球のね間違いっていうのを含んでるような選択肢だったら正誤判断できる方多いと思うんですけど選択肢の「え」っていうのはこれは単に記述が不十分だからこそ間違ってるんですよね書いてること自体はそんなに間違ってるわけではなくて実際の取得単価を使って実際原価を計算するのが原則なわけですから。 それ自体は正しいんですけども予定価学等を含めた計算が考慮されていないっていう不十分な記述になっているから誤りだっていうことになりますんでこういうのを正確に罰足だっていうふうに判断できるようにするためにはやっぱりまあ原文をしっかり読んでおくっていうのが重要ですね。 まあ,あの皆さんの中にはね一問一答のみをやってね勉強されている方いると思うんですけど、まあ、それもすごい効果的な勉強方法ではあるんですがやっぱりこういう足に対してはある程度原文を見ておかないとですね対処が難しいところなのかなと思いますので、まあ、こういう記述が不十分で誤りだっていう選択肢ですね原価計算基準の問題だと出てくることがあるんだということはちょっと頭の片隅に留めておいていただきたいなと思いますね。ねはいで 次の問題にこれがまあかなりいやらしい問題でしたね。非目別計算の問題になりますけどもまあ材料 A の購入単価と材料 B の購入単価の計算が求められていてまあ論点としては材料副費っていうのをどこまで購入原価に含めていくのかっていうのがまあ論点になってるわけですけども。 まあこれ普通にあの材料副費内部副費まで全て含めていった計算結果が材料 A については1万2608という数字になってくるんですけどでも材料 B についてはですね、これ1万755ではなくて内部副費を全て含めると1万1077という数字になります。 だからまあ内部材料副費っていうのをすべて計算に含めてしまうと A と B の組み合わせとして正しいものがないなってことになってきますんでまあこれどうしたものかっていうので結構悩ましい問題なんですけどまあ実はこれ書いてはいませんけど材料 A と材料 B でまあ含めるねあの材料副費の範囲が違ってくるという問題です。 まあ材料 A については内部材料副費まで全て含めて計算するんですけど材料 B については外部副費のみを含めて計算したものがこの1万755っていう選択肢の5番の数字になってくるので A と B で含める、ね、材料副費の範囲を変えてあげれば、まあ、選択肢に回答が出てくるのでそういった、ね、計算をしていかなければいけないんだという判断を現場でやらなきゃいけなかったんですけど。 まあ、なかなかそんなこと、ね、あのできる方いないと思いますので、まあ、この問題はもう全くできなくても問題ない問題だったと見ることができますね。はいまあ、かなりいいやらしい問題ですねで次の問題3これは個別原価計算に関する基準の規定ですけども、まあ、これすごい簡単な問題だったんでこれは確実に正解しなければいけない問題だったと。 考えられますね、まあ、選択肢の「あ」と「う」が誤りですけども「意、まあ e、と「絵が正解なんで、まあ、5番が正解ということになりますが「まあ」についてはこれ過去に何回も出ています、まあ、この個別原価計算については、まあ、販売目的である製品に対して適用できるだけではなくてこれ自家用の工具の製作とか試作品の原価を算定する時にも個別原価計算の手続きを行うことができるということで。 まあ特に個別原価計算の適用に関しては制限は設けられていないので製品だけではなくて自家用のそういった機械設備などの原価を計算するときにも適用することができますよと。で選択肢の「う」についてはこれ2行目が直接費っていうふうに書いてますけどこれ間接費っていうのが正しい給付になりますんで間接費を部門ごとに把握するっていうのが正しい給付になりますね。これは一瞬で正解できなければいけない問題ですねちょっとまあ選択肢、A、がね。 あの唐突になんか無形の映画とかアニメとかですねこんなん出てきてますけどまあ基準には当然こんなことは書いていませんけどもまあ合理的に考えてまあこういったものにも適用することができるのかなっていうふうにまあ推測するしかない選択肢でしたね。はいまあこういったことを考えてもねあの問題さんは取らなきゃいけない問題だったとなりますね。で 問題4が、まあ、時間かければねなんとか解ける問題なのかなというところで正当可能性は低なんですけどもこれはねあのなんとか解いてほしかったかなというところはありますね。はいまあ、これは組み立て部門費の配布債を答えるということで、まあ、子孫慈悲の間接経費処理というのがテーマになっている問題です。 で結構構造形の問題になっているので割とこういう問題を見た時にどこから手をつけていいかわからないと手が止まってしまう方いるかもしれないですけど普段からこういう問題を解くときにですね、まあ、特に補助部門費の配布とか絡んだ話はそうなんですけどもあの頭の中だけである程度計算のシミュレーションができるぐらいまでですね、まあ、基本的な問題のそういった精度っていうのを上げていただきたいんですね。 あの普段復習する時も一個一個ののの手続きに着目するんではなくててて計算の流れっいいうのを確認していただきたいんですねだから計算構造を把握するっていうのが一番重要な話になってくるので、まあ、この問題だとまた復習する時にどういう順番で回答していけばいいのかっていうのを実際に電卓を叩き始める前にある程度道筋を立てられるようにするってことを一つ目標に考えていただきたいんですね。 そういった作業をしておけばですねあの計算構造の読み取りとかっていうのがものすごく早くなっていきますんで普段の自習するときにもですね一個一個の手続きではなくて全体の流れを意識するっていうのを復習のテーマに、ね、していただければなと思いますね。でこの問題だととりあえず組み立て部門費の配布債が問われているので組み立て部門費の配布債っていうのは予定の配布額と実際発生額との差額で計算されるものです。で 予定の配布額っていうのはどうやって計算するかっていうとこの資料の2番の予算データですね、まあ、動力部門の予算額が与えられているんで、まあ、これを塗装部門と組み立て部門に配布することによって組み立て部門における予定の配布率っていうのを出していくことができると、はい、でその組み立て部門の予定配布率が求まれば予定の配布率に実際の創業度資料3番で与えられている1,600時間っていうのを掛け算すれば予定の配布額を計算することができるなと。 で次に今度製造・間接費の組み立て部門における実際発生額を計算すればいいわけですけど、まあ、今回組み立て部門費に関して実際発生額を集計しなければいけないと。で資料の3番におきまして組み立て部門費180万っていうのが与えられてますけどこの金額の中には補助部門費も含まれていないし子孫慈悲っていうのも含まれていないのでこの動力部門費の配布額と あと子孫慈悲の金額っていうのを組み立て部門におけるこの180万っていう金額に合算してあげれば製造間接費の実際発生額を求めることができるなっていうそういうねなかなか本試験の緊張感の中だと冷静には対処は難しいかもしれませんけど普段からそういうふうに計算構造に着目した復習をしておくことによってメニューを読み取りはどんどん早くなっていきますからね。 一個一個の問題はできるんだけどもこういったねちょっと総合問題みたいになってくると対応が難しいって方はぜひね計算の流れに着目ししててて復習をしてみてください、はい、で次の問題5番ですねまた原価計算基準の規定でこれもまあ特に難しいところは何にもない問題ではないかなと思うんですけどまああと絵が誤りですね。 ア、まあ、に関してはこれ基準の28番からの取材ってことになりますので、まあ、28番の内容が頭に入っていればこの最後の「することはできない」っていう部分が誤りだってことが分かるかと思います。で結構ね過去の本試験見てもそうなんですけど、まあ、できるできないってところで引っ掛けてくるのは本当によくある引っ掛けですだから本試験でも「できない」とかねあるいは「できる」とかって記述が出てくればそこは一旦ね疑いの目を持った方がいいかなと思いますね。はいで 選択肢の A についてはこれ等級別総合原価計算じゃなくて連算品の計算に関する規定ですのでまあ連算品の計算の規定について等級別っていうふうに表現が変わってるだけですね、はいまあ、そのことに気づけたかどうかですねで次の問題6ですねちょっとどんどん見ていきますけどでこれがまあ計算の分量がものすごく多いので 多分普通に解いても10分以上かかってくる問題かなと思いますからまあ基本的にぱっと見でねやばいっていうのは分かるかと思いますのでこの問題は解く必要性がない問題だったんですけどただまああのこれからまあ皆さんねまた今回、本試験受けられて復習もしていくかと思いますけど復習するときにはねこういうい問題6についても時間無制限で結構ですんであのでちゃんと解けるようにねあの復習をやってみてください。 であのまた後でねお話はしていこうと思ってましたけどあの管理会計でこれからある程度ね安定して点数取っていくためにはまあ、理論でしっかり点数取るっていうのは前提なんですけど計算については基本的には全部解こうという意識ではなくてあの解いた問題を合わしにいくっていう感覚で解いていただいた方がいいのかなと思います。まあ、今回の問題なんかは全部解くのは当然不可能ですから自分が触れた問題についてはなるべく正解していくと。 でどの問題に触れるかっていうのはある程度見覚えのある問題であれば着手すればいいと思いますし見覚えのない問題についてはもうね触れないでおくっていうのでいいと思いますから、まあ、自分が解いた問題についてはそれ正確に合わせることができれば十分合格ラインの点数を取ることができるわけですからそういうまあこれからね管理会計の,その本試験に臨むねその姿勢っていうところをね一つまた今後の答弁とかを通じて身につけていただければなと思いますね。はい まあこの問題に関してはね少なくとも本試験の時間の中だとまあ解く必要性のない問題ということでまあ一個一個やっていけばねそんなに難しい問題ではないんですけどもまああのまあ緊張感の中だとねまあこれはなかなか対応することが難しいのかなと思います。はい、で次の問題7番ですね。まあ、これも結構基本的な規制になっているんですけどもまあ選択肢の「あ」と「とう」が誤りで。 での上から3行目ですね異常な,原価異常な原因によって発生した際については、まあ、売上原価と期末の棚卸しさに対して配布するって書いてますけど、まあ、これは多額の原価債についての規定になっているんで異常な原因に基づいて発生した際については非原価項目として処理をするっていうのがルールでしたから、まあ、これはもう基準の47番の規定ですから、まあ、頭に入ってた方多いんじゃないかと思います。 で選択肢の案についてはちょっと急いでると読み飛ばしそうですけど材料受け入れ価格債の計算においてこの上から3行目で実際消費数量を乗じて算定するって書いてますけど、まあ、受け入れ価格債ですから当然消費数量ではなくて購入数量っていうのを掛け算しなければいけませんので、まあ、その点が誤りだというのを判断してほしかったと、はいまあ、非常に基本的な問題ということになりますね。で 次の問題8標準原価計算の問題ですけどもまあこれはもうねあの問題集などにも類似の問題が載っていたんで確実に正解してほしい問題ですね。しかも工程の終点で減損が出るっていう非常にシンプルな問題なんで途中点で出るような問題ではありませんし 原価標準についても初めから与えられているわけですからあのこの問題は見た目よりは分量が圧倒的に少ない問題ということになりますのでまあ素早く正確に回答してほしかったという内容ですね。で次の問題9ですね。管理会計の基礎知識に関する話で,でこれがまあちょっとどういう意図があって出したのかよくわからない問題ですけども。 まあ品質管理会計とかですねあるいはまあバランストスコアカードとかまあ試験範囲からはね明示されなくなった分野から出題されていますで今後の試験においてもこういう出題っていうのがあるのかどうかはちょっと分かりませんけれども一応まあ品質管理会計とかバランストスコアカードについては概要ぐらいは知っておいた方がいいのかなと思いますまあ前切りするとねこういうまあ選択肢一問であったとしてもその整合判断ができないかと思いますので簡単に概要ぐらいは把握するっていうのは心がけてください で選択肢の「う」と「え」が誤りなんですけど「う」についてはこの1行目の完全な影響を及ぼすことができる原価であるっていう定義が間違ってますね。まあ、管理可能性っていうのはこれ相当程度の影響を及ぼすことができるかどうかっていうそういったね判断になってくるので完全な影響力を及ぼすことができるかどうかではないと。で選択肢の「のバランスとスコアカード」に関しましてもこれ因果関係に関する記述2行目以降が間違ってます。 この4つの視点間の関係を示すものではなくっていうところが誤りでこの4つの視点間の因果関係っていうのも表してますよとまあ知ってれば簡単に正解できるんですけどまあ知らないとねこれはどうしようもないのかなっていう問題ですはいだからま最悪問題9についてはできなくてもいいかなというところですで問題10に関しましては これは感度分析の問題で先ほど申し上げた通り基本的にはですねあのこれは簡単な問題ということになりますのでまあ落ち着いて対応してほしかったというところですまずまあ落ち着いて全部原価計算方式の PL を直接原価計算方式の PL に直してあげてから選択肢の整合判断というのをしていけばよかったということでまああの普通に落ち着いて解けばねあの5分もかからないぐらいでできるかと思いますのでまあそんなに難しい問題ではなかったと。次の 問題11ですね。まあ、ちょっとどんどん見ていきますけど。問題11は選択肢の後絵が誤りで、これはもう予算管理に関する基本的な内容になってます。で、選択肢のあについては確実に正解してほしいところというかね。バ足だっていう判断をしてほしかったんですけど、まあこの部門予算っていうのを調整せずに、単純に足し合わせるっていうこの3行目の記述の部分が誤りですね。 まあ部門予算というのが提出されて経理部予算課の方でまあ短期の利益計画と突合してまあすり合わせをしていくとだから実際には部門から出された予算に調整がかけられていってまあ最終的な総合予算というのが出来上がっていきますのでまあ調整せずに単純に足すという部分が誤りですねで選択肢の絵についてはこれ予算スラックについてね全ての予算スラックを排除しなければいけないという最後の記述が誤りですね まあ一部の予算スラックに関しましてはまあこれは環境変化を吸収するだけのねバッファーとして機能することになりますので緩衝材としての機能が認められていますからある程度の予算スラックについてはこれはね認められていますよというところですべてとていうところがちょっと言い過ぎだというのがまあこの選択肢の誤りですね。次の問題12は原価管理に関する話でまあこれも 割と基本的な内容ではあるんですけど、文章が長いんでね。なかなかどこが間違っているのか見つけられなかったかもしれないですね。で、選択肢の意と絵が誤りで、意の部分はこの太陽図っていう部分が誤りですね。少人数っていうのが正しい表現です。まあ、原価企画っていうのを成功させようと思ったら、少人数メーカーの技術力っていうのが重要なファクターになってくるので、ま太、あ、陽図メーカーっていうのがあたかも。主人公であるかのように書かれていますんで、この部分が誤りだと。 で選択肢の「A」についてはこれ原価改善なんですけどファーストルック VE っていうふうになっているんで、まあ、これはセカンドルック VE っていうのが正しい表現ですね、はいまあ、問われていることはね基本的な内容ではあるんですけど文章が長いんでどこが間違ってるかちょっと見つけづらい問題だったかなと思います。はい、で次の問題13番ですね「ABC」に関する規定ですけども、まあ、選択肢の「A」と「い」が誤りで。 A についてはこれは ABB ですねアクティビティベー・ベイスとバジェット・バジェティングですね、まあ、あの活動基準予算と呼ばれるものに関する定義になっているので、まあ、ABC の定義とはこれ真逆のことが書かれていますから誤りだという判断をしてほしかったと。で選択肢の「イ」についてはこれ製品支援活動の定義が誤ってますねこの2行目以降ですね。 まあこれは工場維持活動に関する定義ということになりますのでまあこの部分で整合判断ができたということでまあこれも確実に正解できる問題かなと思いますで。であとの3問は計算問題ですけどまあどれもねちょっと一癖二癖ある問題になっているんでまあなかなか現場では対応が難しい問題かなと。で問題14番はこれ業務的意思決定の問題になってますね。 まあこれはね今なかなか落ち着いて対応しても解けない可能性がある問題かもしれませんけどもぜひねこの問題についてもちょっと復習はしてみてくださいでもう時間無制限で結構ですのでもう10分20分かかって結構ですから最終的に答えが出せるようになるまでですね一回考えてやってみるっていうのが重要ですので。 で分かんないときにはですねまた解説動画なども上がっていますのでそちらでちょっと見ていただいてですねあるいは解説冊子も、ね、またあの送られますのでそちらの方をご覧になっていただくといいかなと思いますあの結構難しい問題ではあるんですけどもあの業務的意思決定に関する、ね、あの理解があれば解ける問題になっているので、まあ、なんとかねあの自習のときには解いていただきたいかなってところですで問題15はこれアメーバ経営に関する問題でこの問題についても あのミニプロフィットセンターっていうのが一応試験範囲からは今回の試験から除外されていたんですけどでもなぜか出題されてるっていう分野になりますのでまあ、ほとんどの受験生はね手をつけていなかったんじゃないかなと思うんですがまあアメーバ利益の計算をしていくという問題でこれも落ち着いてやっていけばですね対処が できない問題ではないんですけどもアメーバ経由を切っていた方はね花からねもうできないのかなと思いますのでまあ本試験においてはできなくても特に問題なかったということになります。で最後の問題16の設備投資の経済性計算もぱっと見簡単なんですけどちょっと運転資本の取り扱いについてまあ記述が難しい内容が含まれているのでまあそこで引っかかってしまうのかなというところがありますからまあなかなか 実践的には合わせるのが難だからまあ割とねあのこの問題16とかは簡単そうに見えて難しい問題なので対処が難しいところではあるんですけれどもただまあ本当に落ち着いてねやっていけばある程度ね正解できるものっていうのも計算問題含まれていたのであの解いた問題については確実に正解していくっていうスタイルをですねあのやっ徹底してもらえればなと思いますね。はい で最後にちょっとレジュメに戻っていただいてですねちょっとこれからの簡単な対策についてこの3ページに掲載してあるんですけどもまあ理論に関してはですねまあ基本的にあの今回あまり点数が取れなかったと半分ぐらいしか取れてないと。 ま、原価計算の理論についてはまあ、2問ぐらいしか解いてません。という方はですね。ま是、あ、非今一度講義の方を受講していただいてですね。あの原価計算基準のどこがねポイントになってくるのかっていうのを改めて確認をしてください。で、その後ね、あの問われ方を意識して基準の読み込みっていうのを徹底していくという対策を取ってください。もうここは本試験では確実にね。満点頑張れば取れるところになりますんで、ここでね。なんとか点数を死守し,していってください。はいで。 管理会計の理論に関してもですね今回まあ2問ぐらいしか取れなかった方は今一度、ね、基礎的なところからちょっと見直しをしていただきたいなと思いますので、まあ、上級講義とか、ね、一通り受けた方は3倍速講座とかっていうのもありますので圧縮講座になりますけども、まあ、そちらの方を、ね、聞いていただいたりしながら次の5月を、ね、目指していただくといいのかなと思います。はい、であと計算対策に関しては 正直まあこれぐらい難易度の高い計算問題とかになってくると確実に正解できるなんていうね状況を作り出すのは無理なのであの本当にさっき言った通りあり本試験の中で解くべき問題と解かなくていい問題っていうのはそこの見極めですね選球眼っていうのをしっかりとつけていただくとでそのためにはあの当練とかをねちゃんと時間を計って受けていただいてまあその中でね最大のパフォーマンスを発揮できるようにするっていう訓練を普段から積んでおくっていうのがすごく重要になってきますので。 あの当連をねご自宅の方で解かれてる方とかもいるかもしれませんけどもできればこういう会場とかに来ていただいて、まあ、1時間っていう時間の中でその中でね最大の点数を取っていくっていう訓練をこれからあのまた改めて積んでいただければなと思いますとにかく管理会見についてはそこの見極めるね目っていうのをこれから養っていくっていうのが重要かと思いますのでやみくもに問題演習っていうのをくみ、えー、繰り重ねていくっていうよりはよりねその実践力をつけるってことにねシフトしていただいてあのこれから5月目指してねまた改めて頑張っていただければな と思います。はい。まあそれではですね、これで管理会計論については以上となりますので、次じゃあ監査論の方に変わりたいと思います。はい。こんにちは、えー、野村と申します。えっ、ー、と草川先生が今日ピンチのピンチヒッターで今回だけやらせていただきます。えー、レックの監査論担当しております。で今回は。えー 担当式のまあ分析会ということですね。で、えー、もう草加先生が回答速報も流しているので、でそこで1時間かけて一つ一つの問題について詳細に説明していると思います。それを受けて分析会ですから、まあこの問題からまあ次に論文式試験にどう対応していくかだとか、あるいはもう一回担当式を受けるんだという方。 あるいはまだ受けてないんだけれどもこれから初めて受ける方というようなことをこれからですね今回の問題の詳細な解説じゃなくて今回の問題を踏まえてどう準備していくかということをま,あまとめてお話し,します。で国家試験ですので国家試験というのはですね一つの司法試験もしっかり公認化系試験しっかり税理試験しっかりですね不動産家庭試験全部ありますけれども。 共通点があります。それはお役所仕事であるということですね。あのまあ、いろんなあ試験員、学者さん、いろいろ野心的な気持ちを持っていらっしゃる方がいらっしゃるんだけれども、こと試験問題ということになりますと役所仕事になりますから、絶対事故があってはならないということになるわけです。で実際にまああの会計試験なんかでもまあ、私と同年代ぐらいの。 公認会計士が実務家としてやってるって結構知ってる人もいるし上司だったり同僚ぐらいの人もいますけれどもだいたい東大出身の公認会計士なんですけれどもまあそうだろうなと思いますけれども彼らはどういうふうな形でやっているかというとあの問題を出してから問題にならないような問題を出すということになります非常にコンサーバーで保守的な形になるということですでどうなるかというと過去の問題をよく見ると 彼らが皆さんも過去の問題を弱く見ると思いますけれども、彼らは彼らで過去の問題を見るんです。そして過去の問題が出て、それに対して反響がどうだったかということを踏まえた上で、自分たちも出していく。もちろん、あみんながうなるようなかっこいい問題を出したいという、ちょっとしたつけ,つけべ心もないわけではないでしょうけれども、いいですか、そんなことよりも大事なことは絶対にあの国家試験の問題として、不適切な問題を絶対避けるというような傾向があるということです。でこの 公認関係者の担当式ってこう見てみますとですね日下先生もよく言っていると思いますが過去の問題をよく見ると過去の問題を見ていると焼き直しが多いということですね全く同じということはないですよでも過去の出てきた問題をペケにしていた問題を丸にしたり丸だったものはペケにしたりとかあるいはちょっと隣の問題を出したりだとかそういうようなことが特に多いということ。とりわけあの 初めの段階で出てくる公認会議法に関する問題であるとか、禁錮法だとか倫理規則だとか、あるいは独立性に関する規則だとか、ああいう細かな問題ありますよね。で、こんな細かい問題なんで出るんだというような問題も出るんですけれども、よく見てみると過去に出ているものの焼き直しもあるということになるわけです。したがって、もうパッと見てですね、公認会議法だったり禁錮法だったり。 ここまで勉強しなきゃいけないのかというふうな形で思われているかもしれませんけれども逆でまずはレックのテキストで制度,制度面について触れていると思いますけれどもその部分と過去の問題をしっかりと確認しておいてください。皆様が見るのと同じように試験委員も過去の問題を見てます立場が違うだけで同じことなんです。ってその問題を 前回出した問題と全く同じじゃ駄ですけれどもちょっと焼き直した問題を出すんであれば絶対に安全なんです彼らはね。それは知っておいていただきたいと思うしそれをすることによってまあ4択の中でペケが2つ丸が2つですよね。で難しい選択肢が出てたりするんですけれども難しい選択肢が1つだったり2つだったりでもあともう一つもう1つ2つが優しい問題だったりすれば。 あとは優しい問題で丸ぺけを確実にゲットすればあとは残りは50%ぐらいの確率で生徒が導けるあとは最後一つがペケで一つが丸だってことが確実に分かればあとの二つは絶対どっちかが丸かペケということになるわけじゃないですかそんなような形でやっていきますとそして過去問をしっかりとやっていくと なかなか難しいと言われているその前半部分の制度問題というのもなかなかやっていけるんじゃないかなというようなとこなんですね、はい。例えば問題の4番なんで臨床法の問題ですね。これ全体とすれば一応レックでは中程度場合によっては難しいんじゃないかなというふうな評価をしているものになるわけです、うんでまあ。特にうとえあたりはまあ難しいのかな 絵、まあね、なんかもお難しい。「う」あたりはあ、まあ、実務をやってると当たり前なんですけれども上場会社の監査人とでもいいんんででですすよよくあることなんですでも、まあ、皆さんの常識から言ったら「上場会社の監査」やったら会社法の監査も一緒にやるんじゃないかそうじゃなきゃいけないんじゃないかというふうに思われてしまう現象もあるかもしれない。だから例えば「う」と「え」が難しいという評価であったとすると。 異ということなんですけど、異という選択肢ですね、上場会社が提出する財務計算に関する書類は原則として、公認会計士、また監査法人への監査証明が必要であるが、公益または投資家保護にかけることがないものとして、内閣総理大臣の承認を受けた場合には、監査証明不要となるなんていうふうになります。こんなことあるのかと、上場会社が提出して、監査証明が不要になるなんてことあるのかと、パッと思ったりするんですけれども、この点の問題は過去にいっぱい出てるんです。 このスレッド自体は多分難しいいと思いますだけど過去問に出てるということは過去問をしっかりしていればこれは「い」は優しいということになる。で、えー、また「あ」あたりはですね、まあ、あのまあ常識でまあ分かるだろうということで「あ」「い」あたりが優しいと「い」はちょっと難しいと思います。でも過去問を知っていればイ「い」が優しいになるということなんでそうすると「あ」が×で「い」が丸でっていうことになると「う」と「え」は うと絵がベケットはるになるだろうというような形で攻めていけることができるまあ絵あたりが分かる人は「う」が×だというふうな形でえまあアプローチしてえまあ一応碁番の回答につながっていくというようなこともあるのかもしれないんだろうと思うんですね。したがって本当にあのこの問題毎年見てますけどこれ皆さん受験生大変だなとここまでやんなきゃいけないのかなというふうに思うことはあるんですけどそうではないんだろう。 全体としては難しい中で過去問をしっかりとやるで過去問の問題が繰り返されることがあるというところであのもう出ちゃったんだからもう捨てるじゃなくて出ちゃったら試験員は必ず見るからもう一度焼き直されるということを知っていただきたいとい,うことい,わいわゆる国家試験というのは保守的だという点をお話しております。それから国家試験のあのもう一つの傾向は 実際の今の世の中の流れを反映するということですね。この世の中の中流れを反映すするとということです例えば今 <laughs> あの画期的だなと思った、私はすごく画期的だなと思ったのは、この18番の問題でですね、ついに来たかというふうに思いました。18, あ 18, あ 18, です、ね、18番の問題の選,選択肢の A ですね。 監査人は仮想通貨取引といった新しい会計取引が行われている場合に。財務諸表の適正性を判断するにあたり。経営者による会計方針の選択や適用方法が。会計事象、取引の実態を適切に反映するものであるかどうか。自己の判断で評価しなければならないと。こういう話です。いかがでしょうかね。まず、これは。単純に言えば、あの。監査基準が十四年の改正、改正あったわけですけれども。そこで出てきた概念。 適正性概念の中に会計基準への合致というのはまず当然なんですけれども会計基準がなかったらどうするんだという問いに対してそれは監査人が事故の判断で評価するんだということですね。あの経営者の選択した会計方針適用方法が会計実施を取引の実態を反映しているかどうかというのを事故の判断で評価するということです。 これは会計基準がないところで経営者が経営者なり判断するそれを会計士が判断するとこういうような話なんです。これはあの非常に画期的なことで平成14年の改定の中でまたあの改定で出てきたわけですけれども国際的にはもっと前から裁判等々で出てきている問題が日本で14年に入ってきたものです。で皆さんもあの14年の改定のところを読み込んでいらっしゃるでしょうから。 読み込んでいらっしゃる方はこの絵の言わんとすることは正しいというふうにパッと判断できると思いますただ問題はですねそれにとどまらないということですこれ皆さんご存知でしょうかねこの絵の事故の判断実質的な判断というこの会計基準の改定というのは実はその奥に期待ギャップの解消という問題があるということでありますこれは確か私も若い頃の話なんですけれどもアンダーセン が監査がやってた頃ですね、えーまあ、公認会計士っていうのは会計基準と財務省の合致の程度をチェックするのが責任であって会計基準がないところは責任を問わないというようなところで大きな裁判になったことがあったということですねで非常に大問題になりましたでその当時はやっぱり会計基準がなければそれは監査のしようがないではないかというこういう議論になるつまりまさに期待ギャップですね。 会計士の負える責任というのはどこまでかということを立脚、ことを考えていったら会計基準がなかったら監査できない、会計人は責任,責任を負えないとい,と,ということになる、それに対して利害関係者はそれでは困ると、会計基準というのは世の中が変化するのに対してどんどん,ど,んどんどん変化していくけれども一歩遅れるじゃないかと、その時間差を埋めてくれるのは会計士じゃないかと、こういうようなことを期待するということです。 したがって会計士サイドからすれば責任の範囲を広げる投資家とすれば会計士にとってもっともっと責任の範囲を広げてくれとこういうようなぶつかり合いがあって出来上がったこの規定であるということになるわけなんですで今回この仮想通貨取引というのが出てきましてまあこれが実際今回の今年の三十年の三月ぐらいだったんですかね会計士協会が当面の取扱いというのを出していますじゃあこの当面の取扱いというのは会計基準と言えるのかどうかという問題もあります いずれ会計基準としてしっかりと金融庁の審査が企業会計審議会を通してですね実務指針が出てきくるんだろうと思いますけれどそれまでの間は非常に中折りの中で判断していくとこういうようなことになるということですでこの問題というのはよくこれを出したなというふうな感じもしますけれどもここで出してきたということは今後の論文の 試験等でも、やはりここは、狙ってくる、なろうなと。やはり仮想通貨で、皆さんのご存知の通り、世の中の、流れの最先端を言っているということになります。あるいは、農業ですね、農業法人あります。農業の会計基準というのは、見たことないと思いますけれども。一般企業がですね、農業に進出してくるというようなこともあるでしょう。いうことで、そのように、会計基準として成熟していないところも。我々は、コミットしなければいけないという、そういう流れが。 ありますしたがって、えー、ここの部分はあ、えー、卓越式試験で、あのー、狙われたということやっと出たということも踏まえると論文式試験ではこの実質的判断という論点が狙われてくるんだろうなとその背景には期待ギャップの解消という問題もあるということを踏まえて、えーまあ、皆さんも頭の中を整理していってもらいたいなということもあると思います。 で若干今回の問題とは変わりますけども、自流という意味ですと、えー、最近、大手の、えー、自動車メーカーの役員の報酬をめぐって、えー、いろいろすったも題があるというのは、皆さんのご存知のとおりだと思います。ああいうのも一つの自流だと思いますけれども、これは論文式では出ないんだろうと思いますけれども、これは択一式試験。 まあ今回の試験には間に合わなかったと思いますけれども皆さんのご存知のとおりテキストで言いますと5の56のところですけれども監査した財務諸表を含む開示書類における当該財務諸表の表示とその他の記載内容との重要な相違というようなことになります経営者の報酬というものを財務諸表とは別に表記するという話ですけれども当然その監査法人は 財務諸表の損益計算書役員報酬のところは見ているということになりますそして実際の業務においてその役員報酬の資料とそれから UFO に出てきた部分というのはチェックしているはずです絶対に整合しているだろうと思いますでそういったことが、まあ、いずれクローズアップすることになるんでしょうけれどもでまた世間を騒がせることになるんだろうと思いますけれども こういった辞書ここの部分っていうのはまだ出てきていないのかなという論文では出ないと思いますけれども、こういったあの世の中の流れの中で会計に関わる部分というのはやはりチェックしておいた方がいいのかなということがあります。卓一式試験ですとやっぱり多いのが追記情報ですね。まこれも追記というような形で。 対応することになるということですねもし問題があった場合には、えー、最終的には、えー、その他の情報として、えー、書いていくということも検討しなさいというふうになっていると思いますけれどもそういったことにも関わってくるということですねそんなふうに、まあ、世の中の流れをまあ、ちょっとチェックしておいてそれがあ試験問題にも関わってくるんだということも知っておいて対策を立ててお されるといいのかなというのが思います。あとはですね、あのまあ毎回出ているポイントはやはり、えー、草加先生言っていると思いますけれども内部統制監査なんだろうと思います。えー、内部統制監査今回も二問出ている。ここ数年、えー、内部統制監査というのはあ何度も何度も出ている。 ているところですね。内部統制監査だと四半期報告あたりはもう定番ということになっている感じがしますね。第六問と第七問だったでしょうか、えー、出てきたんだろうと思います。やはりあの内部統制監査制度が始まって約10年経ちまして、今総括をしているところであります。えー、意味があったのか効果があったのかというのを総括しているということで、えー、去年ぐらいから論文式においても。 それから卓一式試験においいてててもやはり室内が定着してきていると,いうことですまあこれそんなに長くはつくあの続かないと思いますけど今回次回ぐらいまではこの流れが続くのかなとで内容自体はあの気をてらった問題はなくて、えー、本当なものになろうかと思います第6問ですと A の選択肢ですね内部統制監査監査人が内部統制の有効性を評価するよと。 内部搭載の有効性の経営者による評価結果を利用しない場合には監査人は経営者の評価方法を具体的に検証する必要はないとこういうような言い方なんですこの言い方からするとバツにしたくなっちゃうんですけれどもへの選択肢とちょっと関わりますねじゃあ今度は逆に評価方法をあの具体的に検証したら 監査人自らが入手した監査証拠設を利用することができるのかというようなことなんですけれどもこの「後と「実は両方ともあっている。絵が丸っぽいなということが分かるということは逆からすれば「あ」は丸になるわけですねつまり利用する場合にはその評価方法を具体的に検証しなきゃいけないんだけど利用しないんだったらもう最初から検証しなくていいよと。 こういうようなことになるわけです。現実には、えー、利用しますね。通常は利用するんですけれども、これ利用に耐えないということであれば、検証している時間がもったいないから自分がやっちゃうとこういうようなことにもなるということで、やはりあというのはあり得るということになるわけです。そしてまああ後の意とうはですね、まあ意についてはあのいわゆる日本というのはダイレクトレポーティング方式を取ってないわけですね。えー、経営者が経営者が自ら評価した 報告書を出したその報告書が妥当かどうかとこういうような報告に方法になっているということなので間違いいでですすよととうことですそれから「う」についてもですね内部統制監査実施する監査事務所というのは財務省の監査と同一,ではなら同一でなきゃならないんだとこういうふうに言ってるわけですけれどもじゃあ執行役員まで一緒じゃなきゃいかんのかとこういうようなことになる、まあ、事務所が一つだったら執行役員までいいじゃないかというふうに思う。 てしまいたいところですけれども、これはもう規定があのあって、もう実施基準の中で三の二ですねえ求められているとこういうことになるわけです。まあこれほどあの先ほどの禁商法の監査とそれから会社法の監査は違ってもいいのか違ってもいいっていう話とだいぶ違いますね。これは本当に内部統制監査も財務商標監査も禁商法監査の枠内のものなんで、そしてその効率性というようなこと観点からですね。 効果的な監査効率性という観点から監査事務所もだけじゃなくて業務執行社員までも同一でなきゃいかんとこういうようなことになるということですさすがにスタッフまではということになるんでしょうけれども業務執行社員までは同一であることが求められるというようなことであととがが丸バツで3番の回答ということになりますここら辺は「あ,あの」あたりがちょっと難しいんじゃないかという議論もあるところなんですけれども「エと「 を考え合わせますとまあ何とかいけるんじゃないかということでてという評価になっているということですね。それから７問題７です。２問も出てるんですね内部統制っていうのはね。この傾向はちょっと続くんじゃないかなということですね。はいこの内部統制方これもちょっと全体としては難しいかなという感じがしますけれどもまずあですね監査による全社的な内部統制の運用状況。 を検討するにあたって経営者によって統制環境に係るいくつかの項目について内部統制の運用状況に関する記録が作成されていない場合には評価の対象となる情報が存在しない。うんまあそうでしょうね。だから経営者の作成した評価範囲評価方法評価手続き評価結果に関して不適切なものがあるとして評価するとこういうふうになっちゃってるんですけど、まあパッと見ですねちょっと難しいですね。 情報がないんだから不適切というふうに判断していいかどうかじゃなくて情報がないから適切か不適切か判断できないんですねだから質問その他の手続きによって追加的に補充するというような議論になるのであって情報が存在しないイコール不適切ではないということであペケということになるとで「イ」ですね「イ」「監査人用内部統制,統制監査業務について、えー、関係法令に規定する身分的経済的理解関係を有してはならない。 二重責任原則の適用も受けるために経営者から内部統制の構築の段階において意見を求められても応じてはならないとこういうことですねちょっと分からなくはない二重責任原則から言うとねしかし指導的機能というものもありますねだから二重責任原則というところの責任を分けるという話と指導的機能の発揮というのはやはり混同してはならないということです。これは最終的に あの内部統制監査のスキルを会計士が持っているわけでその助言を与えるということ自体はこれは二重責任原則を提供するものではなくてもちろんこの助言を経営者が受けるかどうかというのは経営者の判断であってこれを強制,すること強制するわけではないんですから、ね、この、e「意の選択肢」というのはね意見を求められても落ちてはならない。 といいいいうのは間違いでですすよね応じてもいいんですむしろ積極的に応じてそしてあ適正な内部統制を構築させて、えー、適正な財務省の作成に貢献するということの方が有意義だろうということになるということです。あ、いがペケになりましてまあいがペケだということが分かると思う運営はみ見なくても丸ということになるわけですけれども、まあ、これはどちらも難しくむしろ運営は難しいんですけどあ、いのところで どっちのほうがもうペケだなっていうのが結構早めに分かるんじゃないかなという感じがしますでそこでまあこの問題は比較的優しいかなという評価になるということになっておりますあとは8番で四半期レビューですこれも定番ですね四半期レビューのほぼほぼ毎回出るようなものですけれども四半期レビューで監査人が要求される保証水準は財務諸表監査よりも低い。 職業的会議らの発揮の程度はからだ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 からいうことですけどまずもって会議審の程度が低くなるなんてことはないということですねもちろんらだかレビューは保証だからだからだいいからだ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 からないということです。これは会議らがあの減らしてもいいというような。 文章があったとしたら、俺々詐欺だと思ってもう、もうペケにしてもらっていいんじゃないかなというようなことですね。であとは、うで、シアンケレビュー基準において監査人は質問に対する回答が合理的である場合には当該回答を裏付ける証拠の入手は要求されない。これは実務指示にありますよね、31項だったと思います。それからう 四半期レビューにおいて分析手続きを実施したよと、財務的変動にかける矛盾、異常な変動に気づいたという場合には。監査人関係書類の閲覧を実施して、その原因を確認しなければならないということなんです。なんかいい、あの、正しそうな感じ、感じはするんですけれども。これは、年度監査の場合にはそうですね。しかし、主管費レビューの場合ですと、追加的な、あの、閲覧とまではいかないですね。あの。 書チェックというところまでいかないで追加的質問まででいいというふうな形になるところがあの年度監査と市販機レビューの違いだというところでこの「う」はちょっと引っかかるかなという感じはし,し,しなくはないちょっと難しいかなと。で「A ですね「市販機レビュー手続き」「監査人は市販機財務諸表における会計上の見積もりに対して経営者が行った見積もり方法の評価経営者の見積もりと監査人が行った見積もりの比較 及び経営者の見積もりと実績との比較とは要求されないということですえ年度監査ではこれしなきゃいかんですねだけど四半期レビューでは本当にこう見積もりと実績の比較これはもうあのまあ実証手続きですねもう実証手続きのレベルになってしまいますのでここまでは要求されないということになりますうと、A、あたりの選択肢はちょっと判断に迷うところがある かなと思いますので、この第8問の問題はちょっと難しかったのかなというところであります。定番のところはやっぱりあの勉強の仕方ですね。定定番をしっかり押さえるだとか、その制度論関係は過去もしっかりやるというところだと思います。あともう一つはやっぱり会計会計基準の監査基準の変化に対して国家試験は微妙にあの。 国家試験というのは微妙にあの微妙というか敏感に反応するというのはよく言われるものであります。でまず我々がその対応しなきゃいけないのはやはり報告基準ですよね。あの監査上の重要な検討事項というのがあの上場企業の監査報告書の中にいずれ書かれることにまだ承諾されていませんから、それはいわゆる CAM の話が。 国家試験の中に出るというのはまだまだ先のことであって。まあ当面皆さんの。CAM の勉強をしなきゃいけないということは多分ない。今年。論文試験も。だけど試験委員はどういうふうに思うかというと。この報告の制度報告書の制度が変わるときにどう対応するかというと。今現状の。報告論についての基本的な論点を。 いいいいずれれ変わっってててしまうううんだけれども基本的に論点は分かっているかるううるとふ聞くですから新しい報告基準ができる時に新しいのを勉強していただくのはこれは当然なんだけれどもむしろ変わる前に現状消えていく基準についてしっかりと覚えているかというのもやっぱり聞く本当に分かっているのかと変更前の制度を皆さん分かっているのかというのを聞く傾向はある。 変わったら当然それは集中点きますよ。でも変わる前の、その嵐の前の静けさっていうのは知っておいてもらいたい。それがやはり、あの例えばこの問題の十八番あたりですね。ええ。これは、まあ、どっちかというと、まあ、非常に本当で。まさに嵐の前の静けさで。まあ、先ほど、あの仮想通貨、円の選択肢が仮想通貨だというふうに言いましたけど。それ以外のあいうは、まあ。 全然難しアナンというのは財務省に対して限定的適正権を表明するんだよとその時の監査報告書の意見区分の直前に限定的適正権を表明する原因となる事項について記載する区分を設けてその区分には金額的な影響額そしてそれに関する説明を記載することがあるまずその通りじゃないですか。でこれがあ、ま、るで もそうですね、意見表明に先立って一般に自らの意見が一般に後妥当と認められる監査の基準に準拠して適切に形成されていることを確かめるその意見表明に関する審査を受けなければならないけど意見不表明の場合は当該審査を受ける必要はないそんなわけないですね不適正だろうと適正だろうと意見不表明だろうと監査報告書を出す場合にはこれは審査を受けなきゃいけないです監査報告書を出さないでやったらいいんですよでも出す以上はこれ意見不表明であっても監査報告書出ますから その時には本当に意見表明でいいのかという審査まで受けなきゃいけないんです。これは当然今抜ということになります。ね、ここで迷っちゃう人はちょっと勉強足んないかなという感じですね。それからう、監査人は意見不表明の表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できない。かつみ三百件の虚偽表示があるとすれば、それが財務諸表に与える影響の。 可能性及ばす可能性のならいいというか重要かつ公判であると判断する場合には不適正意見を表明しなければならないこれはもう意見不表明ということですから、えー、罰だとということになりますで、まあ、全体としてこの問題18番はあの優しい問題であったんじゃないかなと思いますけれども、えー、この論文式もそうですけれども今回の卓越担当式もそうですけれども報告論の基礎部分というのは 嵐の前の前静けさのように、本当な問題が出されている、その中で、やっぱり先ほど言った実質的な判断のところというのは、しっかりと押さえていっていただきたいなというふうな形で、今後の指針にしていただければよろしいかと思いいますでででは時間なのでこれで終わりにしたいと思います。 はいえー、それではですね最後財務会計論ですね始めさせていただきます、えー、担当レックスの講師の影山ですよろしくお願いしますはい、えー、と担当式金、ね、お疲れ様でした。 まあ試験からですね、ま約一週間ぐらいですね、経ちましたけれども、まあ財務会計論ですね、まや難しいというところ、まあ特に総合問題に関してはですね、まあかなり難しかったので、まあポイントとしてはいかに総合問題に時間をかけずに、まあ個別の計算や理論にですね、時間を費やすことができたのかっていうところはですね、まあ一つポイントになったと思います。はい。で、まあ財務会計論のボーダーはですね、まあ速報動画でお伝えしたときとまあ基本的には変わらないかなというところです。お配りしているレジュメの方ですね、見ていくと、まあ百二十 点弱まあ112点から120点ぐらいですねえこれは当日ですねえ取、ー、った速報動画でもですねお伝えをしたところですけれどもえー、まあ6割弱ぐらいですかねまあ120点いけばですねまあ十分ですまあ僕の受講生とね話した中で、えー、まあ大体皆さん96点から112点ぐらいの方が一番多かったかなと96点から112点ぐらいとはいなのでまあ120点取れれば まあ十分ということですね。まあできれば112点、ないしまあ108点ぐらいはですね少なくとも取っていきたいなというねまあそんな印象は受けました。はい。で、えー、まあ難易度としてはまあこれも速報動画でお伝えした通り。 まあ理論も計算も少しずつ難しい、まあ、どっちかというと理論の方がちょっと難しいかなで計算はですね、まあ、一見難しいですけれども、まあ、案外解きやすい問題もありましたので、まあ、前回よりは少し難しいかもしれませんけれども、まあ、そうしてみれば個別の相互、ね、問題は別にして8点の問題っていうのは、まあ、そこまでは実は難しくなかったのかなと思いますまあ標準プラスアルファぐらいなイメージですね簡単な問題は結構簡単はい そこまで、あ、はやはり難しいというところで、まあ、ここから少し特徴のある問題を解説していきたいと思います、まあ、その内容の解説というよりもどういう点に注意をしていかなければいけなかったのかとかですね、まあ、何がですね足りなくて間違えてしまったかというようなところをちょっと見ていきたいと思います。はいなので配布したらです、ね、過去問の方ですね、まあ、問題冊子があると思いますのでちょっとこちらの方でです、ね、少し前から見ていきます。 えではまず問題の1ですね、概念フレーマークの問題で、まあまあ、ここはもう、必ず正解をしなければいけない問題になります。まあ、理論問題の中でも、おそらく一番簡単なはずですね。 なのでまあここはもうとにかくマスクを、ねまあ、間違えてしまった方はまあ明らかに勉強が足りないと、概野の枠の部分の勉強が足りないと、まあ、別に細かいところが聞かれているわけではありませんので、えー、まあ絶対に正解が必要ですよと。次、問題の2は手形に関する処理で、まあ、実はです、ねまあ、この論点自体は入門で学習している内容ですが、えーまあね、受講生さんとお話をしていると、まあ、どっちかちょっと間違えている人が多いですね、えー、合っている人は少ないです。 だからまあ間違えていいっていうようなものではないんですけど、まあ、ただ為替手形とかっていうのは入門の初めの方で学習してでその後ですねあまり触れてこなかったと思うんですよ。 でまあ、当連でもです、ね、申し訳ないですけども、かわす手形なんか取材をしていなかったので、えーまあ、復習する機会をです、ね、皆さんに設けることができなかったので、申し訳ないと思ってますけれども、あのただまあ入門期の、ね、復習を念入りにやられている方や、えーまあ、広川さんが網羅的に、えー、復習、ねえー、されている方は、むしろ簡単に解けましたというところで、簿、え、記、ーまあね、3級とか簿記2級の勉強をされている方、えーまあ、ちょっと今もう、ね、簿記もかわす手形て取材範囲から外れちゃってるんですけれども、あまあ、日常簿記なんかね勉強されてきた方の方が、ここはできたのかなと思います。な、はいえー、なのでで、まあ、本来であれば、ね、正解しなければ いいけないところではあるんですけども、まあ、一応正当可能性の方は中ということで、えーまあ,あ仕方がないという面もちょっとあります。 はい、えー。ただここに関してはですね、モデに関しては、えー、前回もですね、同じような伝統的な論点出てました。前回はですね、えー、伝票会計がですね出ていまして、まあ2回連続でこういった少し古臭いですね、ボキいわゆるそのボキというですね、えー、問題が出ています。まあ日常ボキに近いようなですね、えー、問題が出てるんで、えー、まあ今後の対策としてはね、少しこういった手形だとかですね、帳簿組織系ですね、えー、まあここも対策としては立てた方がいいのかなと思います。まあ確かに帳簿組織のね、えー、レテンとかっていう話になってくると特殊仕分け上のねレテンどこにつけるのかとかっ 話になってくると結構ですね面倒くさいとは思いますけれども、えー、ま特に複数受験生の方で例えば2回担当を受けました3回担当を受けましたちょっと結果が出ませんという方はやはり何かやり方を変えていかなければいけませんでそのやり方を変えていく一つの方法としてはやっぱり今まで切っていたところもやるというのがまあ一つ、ねえー、方法としてはあると思うんですよ。えー、ですか,浮かぶ方は、まあ 全然バサバサ切っていって受かっていってですねまあそのやり方が正解と言えますけれどもえバサバサ切っていって受からなかった場合はですねやっぱり切っていったところはあのやっていくというところでまあ特にですね次、担当受験3回目とかですね4回目2回以上受けた方ですね今の段階で2回以上受けた方はえまあ少しねやる範囲を広くしていってください。あの まあ前回というか今回もそうですし平成30年度もそうですそして29年度の2回目ぐらいからですね、えー、論点としては、えー、まあさ末いわゆるその予備校ではさまとされている論点であっても簡単なものは普通に出ていますで試験の先生はその予備校のテキストを見てですね重要性が低いから出さないとかっていうことは判断してないわけですよね。 えー、なのであまりです、ね、この重要度に紛らわ,す紛、えー、らわされること惑わされることなくです、ねえーまあ、広く浅くという意識は少し持ってください、でその中で、ね、あの社会人の方なんかは、えー、お仕事をしながらですべ、ねえーまあ、てやっていくのは大変ですから、まあ、そこはです、ねえーまあ、重要性の強弱というところをです、ねえー、一つ考えていけばいいですけども、まあ、特に時間のある方は、ねえー、あまりこ重要性が低いからもう完全に切るとかっていうのは、えー、しないほうがいいかなと思います。はい では、えー、続いていてきます次問題,の、まあ、問題の3もですね田野ルさんに関する会計基準で、えーまあ、ここも、ね、あの必ず正解しなければいけません。うんまあ、あの、ね、選択肢なんかはうん確かにちょっと判断できなくても仕方がないかもしれませんがいとうとえは明らかにです、ね、判断できる選択肢ですから、えー、別にあもそうしてもそんなに難しくないと、えー、なのでまでここはもう正当化の成功で必ず正解をしなければいけません。はい まあどこが間違っているかどうかというところについてはね速報動画の YouTube に上がっていますのでまあそちらの方をあの確認してみてください。はい、えそして問題の4ですね、これは固定資産で、ここはややですねえ難しいというところですかね、はい、まあここは正直間違えても仕方がないと思います。でえまあいくつかねポイントがありますけれども、まず資料の1番で自家建設のですねえ建物かな、え。ー これをこの取得原価を求めていくわけですけれども一つポイントになったのは建設期間中の支払い利息の部分です。この支払い利息250を含めるか含めないのかということで,で、まあ、実際どこから判断するかというとこの自家建設の利息の部分を取得原価に含めるというのはこれ要件があって建設に要する仮リレーションでかつ稼働前の期間に属する利息の部分を含めることができるという要因ですで。ここのですね問題だと 資料1番の、えー、上から3行目の後半、ね、従来から長期運転資金として借り、えー、入れを行っていてその利息をです、ね、払っているということになりますからこれ建設に要する借り入れ仕様の利子ではないんですね長期運用資金長期運転資金の利息ですから、まあ、ここから取得原価には含めないという判断をすることもできますしもう1つね、ねこれが分からなくてもそもそも利息を取得原価に含めるって容認なんですよ。 だからこの指示何もありません原則、容認に関しての指示が全くない状況で,でこの利息を含めるか含めないかって言ったら原則は含めないんで、えー、まあ原則を含めないっていうところからも利息を抜くって判断はでできるんですね、まあ、基本、原則、容認どっちに適用するのかって書いてなければ原則を適用しますから。はい なので、まあ、2つの、ねえー、理由、1つとしては、ねえー、まあ問題の、ね、趣旨としては必ずここから判断してねという趣旨だと思います。試験の先生はです、ねえー、ここの黄色でマークしたところから判断しなければいけないというメッセージを送っていますけれども、まただあくまでも容認ということを考えれば、ねえー、利息を入れないという方向にまずは持っていかなければいけなかったと思います。はい、であともう1つのポイントはここ非常に難しいですが資料の3番ですね、えー、資本的支出部分をピックアップしていくというところで、えー、緑化のための植栽ですね。 えー、この緑化のための植栽は、ね、1750支出していますが、まあ、これを資本的質とするか収益的質とするのかというのは少し判断が難しいと思います受験生であれば、えー、これ分からなくても仕方がないです。で、まあ、結論としては、ね、この緑化のための植栽はまあ構築物として処理をしていくということになるので、えーまあ、資本的質になりますがただまあ指示としても、ね、少し曖昧かなと思います。まあ、もう少し、ねえー、指示が ないと構築物として処理をしていくかどうかっていうところまで判断できないんでうんまあこれももう可能性の話ですねまあ基本的には構築物として処理はしていきますけれどもまあ場合によっては収益的質ってしてもおかしくはないような部分ではありますのでねえまあここはまあ本当に仕方がないかなと思います。 でしかも選択肢が二つあるんですね。千七百五十をですね入れると三番の二十二万一千六百で入れないと二十一万九千八百五十二番になるんで、まあここも少しもう二と三で迷うっていうのはあんま仕方がないところです。まあここはもうそんなに気にしないというところですが、ただあの。 これもです、ね、受講相談なんかでね試験終わった後受験生と話をしているという中でそもそも資本的質っていうのは耐用年数を延長させるような支出だと思っていただからこの4日とかっていうのがそもそも資本的質云々って話ではないと思っていましたっていう人がですね結構いたんですよまあ結構っていうと言い過ぎですけどもちらほらでも資本的質っていうのは耐用年数を延長させるってのもそうなんですけどもただその大前提として価値を増加させるっていうものがあります資産の価値を増加させるで耐用年数の延長もその一環なんですね 対応年数が増えるってことは、それ資産の価値が増えてるわけですから。だから、延長云々っていう前提に、資産の価値増加っていうのがあります。価値増加してると。その一つの例が、対応年数の延長なんですよね。だから、対応年数ばっかりの頭に、あるという方は、そもそも資本的質っていうのは、どういう質かっていうのをですね。分かっていない、もしくは、その機械的に捉えているかっていうことになってしまいますから。なので、まあ、そもそも延長をしていないんだから、資本的質じゃないって思った方はですね。もう一度その資本的質は何なのかっていうところをですね。見直していくようにしてください。 はい、では、えー、続いていきます、まあ、次が問題の後で、まあ、この問題の後に付き合う必要は全くありませんもう見た瞬間に、えー、無視です、ね、だからここは解く必要はないんで、えー、時間丸ごと他の問題に費やしてください、えー、もう適当に番号をね、えー、丸つけてで次に進むと、ねはい、で問題の6はね、えー、社債の消却原価法利息法を使った返、えー、れ償還ですが、えー、ここもそれほど難しくないというか基本的な問題ですからこれも正当必須です、はい、では次いきます 次が問題,の7で問題の7はですね、まあ、実は論点的にはやや細かめの論点になりますがただ、レックだと、ね、テキストの説明として載っていますし、えー、これポイントアップトーレンでも出していますので、えー、結果的にレック性は正解しなければ絶対にいけない問題です。はい、まあ、説明まんまですかねテキストの資産除去債務複数のですね有形固定資産から資産除去債務が構成されるというです、ね、説明もまあまあですからあのここは正当が必須です。はい で、続いて問題の8。まあ、ちょっと問題の8もですね。ややこう引っ掛けが多いところですかね。だから、これは引っかかっても仕方がないっていうところですね。引っかかっても仕方ないですよ。と。まあ、なんとか正解はしてもらいたいですけども、かなりこう。罠がたくさん仕掛けられているので。 えまあちょっと仕方がないかなと思います特に意地悪だなと思ったのは、えー、資料の3番株式交付費のところですね、えー、株式交付費は国の別産計上した場合って、えー、マックス3年で消却をしていきますけれども、まあ、この株式の交付による資金調達の効果が5年継続するってありますからこの5年に引っ張られるっていう方は結構いたと思うんですよ、えー、明らかに今意地悪なダミーデータですねはい、えー、まあその資金調達の効果が5年継続したって マックス3年で消却をしなければいけないわけですね。えー、これはね企業会計と会社法の調和なわけですよ。効果の及ぶ期間にすべてですね、えー、繰延分資産繰延でいくことができるっていうのはそれ会社法のですね考え方を組んでいないわけですね。えー、会社は債権者保護でなるべく繰延分資産を計上したくない。だから消却期間というものを設けているわけです。だからその効果が及ぶ期間なんていうのは会社法の方では考えていないんですね。はい。えー、なのでまあ5年効果が及んだとしても、えー、株式交付費の消却は3年なんだというところ。 はい、そして、まあ、計算で出たのはです、ね、私、初めて見ましたが一番下、ですね、えー、臨時、巨額そして法令をもって認められる損失部分を繰延べ経理できるという5番のところですかね、えー、災害なんかのです、ね、天災で、えー、企業にです、ね、損失が生じた場合に、えー、法令で認められる範囲で繰延べ経理できるという部分で、えーまあ、理論では、ね、学習していると思います。 ただ計算では出てきていないですので、まあ、ちょっと戸惑った方も多いと思いますけれども、えーまあ、法令を持って認められる部分が8000ですから、えーまあ、8000というものを、ね、繰り延べていくととはい、えーまあ、とは言ってもですね引っ掛けが多い部分にはなりますので、まあ、ここは、まあ、不正解になってもしょうがないのかなとは思います、はい、では続いていきます問題の9、えー、問題の9はですね、えー、収益認識に関してですで まあ、新しい基準の、ね、選択肢が一つ出ていました、ね、これは E に該当する選択肢で、えーまあ、カップ基準が認められませんと、えー、ごめんなさい、認められるという、ねえー、選択肢って、まあ、これ、ツですね、認められませんから。でこれはこの収益認識に関する会計基準、新しい会計基準のお話ですから。今は当然 回収基準は回収期限到来基準を認められますが、この新しいですね、まあ、今、早期適用になって、そして2021年とかかな、えー、本適用になる収益認識の基準では回収基準は回収期限到来基準は認められませんから。はいなので、この部分は×ですと。でえーまあ、これから 本試験で、まあ、この収益認識のです、ね、新しい基準の問題が出てくることも当然考えられますが、まあ、そのときはです、ね、この問題み見たく収益認識に関する会計基準ではというです、ねえー、前置きが必ずありますから、ね、まだ本適用じゃないですからね2021年から本適用ですから本適用になる前の段階ではです、ねえー、まあその新しい基準に関してはこのようなです、ねえー、まあ一つ枕言葉がつくはずですから、まあ、この収益認識に関する会計基準ではという説明があれば、ね、これは新しい基準のことだと思ってくださいはい。 あと上は、ね、委託販売ですねでこの委託販売に関してもあの選択肢の内容はあの新しい収益認識に関する会計基準の話ではないんですけどもただ委託販売も新しい収益認識の基準では仕切り生産所到達日基準というものがもうなくなります。で原則的にはは販売基準だけ要は、えー 委託者が受託者に積層した段階ごめんなさい逆ですね受託者がお客さんに商品を販売した段階で収益を認識するというのは基本一択です。今は容認として、えー、受託者が委託者に仕切り生産書を、ねえー、その都度送ることで売上を計上することができますが、えーまあ、仕切り生産書を到達日きがなくなるというところで、まあ、このあの選択肢はその内容ではないんですけれども、まあ、委託販売について聞いています。 委託者が商品を受託者に積層した時点で売上を計上することができるというです、ねえーまあ、こういう文章になっていますがただ、こんな規定は今ありませんので、まあ、罰ということですね。はい、で、まあ、今日ですねこの分析会の前に収益認識の講義やりましたし、えーまあ、以前9月にもやっています。 でその収益認識に関してこれから出る可能性はありますけども、まあ、このようにです、ね、直接収益認識の基準とは絡みがなくてもなくなってしまうような会計処理がある分野は、えー、注意が必要です。例えば消費税税なななんかも、えー、税込み方式でなくなってしまいまいす、えー、まあ計算で消費税が出るってことはないと思いますけども、まあ、理論なんかでこういう処理がなくなりますよとかっていうのは問われてもおかしくないんで、まあ、その部分については、ね、しっかりとカバーをしておくことをお勧めします。はい では次いきます。問題の10問題の10も,です、ね、もうこれ収益認識の会計基準に関するお話ですね。その内容はズバリそのままではありませんけれども、えー、結局工事に関する会計基準は収益認識の会計基準の登場によってなくなります廃止されますから、えー、だから工事の部分だって出ていると、はい、で計算自体はね、もう今の工事契約に関する会計基準の内容ですから資料の3番の1番ですね現行制度上の工事進行基準のお話で工事 A と工事 B についてですね、えー、これは、 工事損益かなバ罰則年度の工事損益を求めるということで内容は極めて平易です、極めて平易ですからこれも絶対に正解しなければいけませんただ、こういう形で収益認識の基準に絡む部分は従来の会計処理も聞かれる可能性が高いのでここ2年間というのは注意をしてください、なくなってしまうから勉強しないんじゃなくてなくなってしまうから出るかもしれないと思ってください、これは今までもそうなんですよ、過去の会計試験をひもといてみるとなくなってしまう会計処理が出てます、その前のね試験なんかで。 まあ気に出そうとかっていうね、えー、感覚なのかもしれませんけどもね。えー、なのでまあなくなってしまうからねあの勉強やる意味っていうのはあまりないテンションも下がるしモチベーションも上がらないかもしれませんが、まあただまあ試験に出るっていうところをモチベーションにちょっとやってみてください。はい。ではどんどんいきます。問題十一ですね。えー、財務諸表の表示に関してでこれもですね難しくないですね。まあちょっと判断に困るのはうーぐらいで、あとはですね全然難しくないです。だからまあ簿記のね、えー、処理。 えー、募金の表示に関するところがちゃんとです、ね、頭に思い浮かんでいれば、えー、これも難なく正解できますので、えー、正答必須の問題というふうに考えられます、はい、で続いて問題の順に、まあ、問題の順には分配可能額で、えーまあのれん等調整額にかかる向上額が出てますけどもねただ、まあ、担当ですからね、えー、のれん等調整額にかかる向上額が出たって、まあ、必ず正解しなければいけませんのでこれも、えー、正答をなせで、えーまあ、正解が絶対に必要なものですね。はい テキストの説明よりも簡単ですですは続いていきます、はい、次問題の13ストックオプション、うん、まあここもですね、えー、別に難しくはありませんストックオプションですね、えー、選択肢の絵なんかはこれここ最近ですね、えー、出題されたものそのまんまでえー ストックオプションが失効したとき、ね、の会計処理で、えーまあ、これは速報動画,で動画でもお伝えしましたが、えーまあ、戻し利益という収益を計上するという結論部分があっているんですけれども、理由の部分が違うんですね。えー、過去における費用の認識を取り消す必要があるため、戻し利益を計上するってありますけれども、えー、過去における費用を取り消しできませんから、えー、だからまあこの理由が違うということで、これは一問一答なんかを、ね、やられていた方は判断ができたのかなと思います。はい、でこれもまあ正当必須ですね、えー。他の選択肢も全然難しくないいですはい で次、問題の14自己申告権の減損ですで自己進化部権の減損も、まあ、論点としてはやや細かめなんですが、うん、ただ、あるあくのテキストに載っていて、まあ、そんなに難しくないというところですから、まあ、これも正当はしなければいけません。はい、まあ ポイントとしては2つかな、ここは、ね、付随費用を新株屋券の取得,、まあ自の取得のえー、自己新株券の取得のときに付随費用含めて、自己新株券の母価を、取得減価を計算するっていうところ、あとはですね、えー、自己新株券、減損を生じてますけれども、えー、減損の下限は、もともとの新株券の母価ここ一個4000っていうところですね、これが下限ですから、はい、だから、時間の1900まで、母価を切り下げてはいけないという点ですね。はいまあ、この辺もね、ちょっと解説動画を見てもらえればと思います。 まあこれもも正解してもらいたいた問題でですねでは次いきますえ次がリースでこのリースの理論は難しいのでここは正解できなくても仕方ないです。ここは頑張って勉強してもちょっとなかなか判断できないところで「あ」はですね正誤の判断がつくんでえまあなんとか「あ」の正誤の判断ねこれ「あ」は×なんですけども「あ」を軸にして456の3択で勝負をかけていくと。 いうのができれば、まあ、ここは御の字かなと。はい。まあ、いうえはちょっと難しいですね。はい。で、いと、まあ、えが丸なんで。まあ、一応ね、あのう、ー、いとえが丸っていうことは、これからね、先。の、まあ、学習に役立ててください。はい。では、問題十六、退職給付。退職給付、一見解きづらいですが、まあ、内容的には大したことはありません。普段の下書きで十分対応できます。 でまあ、この問題ね、えーまあ、全然難しくないんですよ、ただ普段と違うのは、これ、非積み立ての退職一時金制度であの、企業年金制度を採用している場合は、すごく得意でね、4つの勘定を書いてできるんだけれども、急に一時金制度だけになると、できない人ってたまに出てくるんですよ。で、まあ、その方はですね、やっぱりその退職給付の構造っていうのは、ちゃんと分かっていないので、まあ、外部に積み立てるです、ね、企業年金がないバージョンですからね。えー、なので 普段四つのボックス書いてると思いますが、ボックスの左上のね、えー、部分が欠けているだけですからね。えー、なのでむしろ普段のこう企業年金制度の会計処理も簡単になるんでね。えー、まあそこのところについてはですね、わ、えー、からなかった方はもう一度ね、えー、見直していくようにしてください。はい。で、えー、問題十七問題十七税効果です、えー。ここはですね、アとイの足この判断ができなかった方は。 基本母規ができこの「あ」と「い」の選択肢は「簿記の会計処理を文章にしているだけですから、えーまあ、この部分ですね「簿記と理論がリンクできていないと考えてくださいはい。 とえはもう全然簡単で、まさにこのえの部分は税効果の改正部分出てますね、流動固定の区分について、えー、出ていますから、ね、まあ、ここは容易に判断できなければいけないので、えー、まあ税効果の問題ね、ね特にあといについては、計算とリンクできているかどうかというところを確認、えー、してください。まあア でえー、問題の18は企業結合で逆取得についてですで、えーまあ、これは、ね、ちょっと面倒くさいですね絶対正解しなければいけないというわけではありません、えー、逆取得の会計処理の連結が聞かれていますのでまず個別の処理をしてから個別の資本金を求めてそれを連結の資本金に置いていくことができたかどうかですねここがポイントになってきますただまあちょっとねです、ね、プロセスが長いので正解できなくてもし、まあ、仕方がないかなとで企業結合はま得意な方は正解できたと思いますけれども、えー、そうじゃない方はまあできなくてもそんなに うん、気にしないというところですかね、はい、では続いていきます、えー、次が問題19で企業結合事業分離で、えー、こちらもですね基本簿記の会計処理が文章になったっていうものが多いです特に選択肢「う」と「え」について判断ができなかった方はこれ簿記の部分が十分に分かっていないという方です簿記の部分が十分に分かっていないまあ「い」もそうですかね まあ暫定的な会計処理ですからだから基本問題の19も失点した方は、まあ、企業結合事業分離の個別、えー、ごめんなさい、まあ、個別も連結も含めてですけども簿記の部分がね、えー、ちょっと不十分だという認識は持ってくださいあはこれ仕方がないですあは中期の話なんでここは判断できたとしてもしょうがないですでもいい上はこれ簿記ちゃんとやっていればね判断できる選択肢ですから、えー、ここも、まあ、自分がね簿記、えー、と理論をリンクできてるかどうかっていうところの反省材料として使っていってくださいはい で続いて問題,の問題の20は関連当事者で,で関連当事者の中でも少し細かめなところが出ています特に絵の選択肢は細かいんですね、えー。なのでここは正当化の性は定にさせてもらいました、まあ、普通にすんなり判断できるのってのは「あ」かなと、ね、それぐらいだと思います「い」と「う」はまあ少し細かい「絵はかなり細かいというところで、えーまあ、ここはできなくても仕方がないんですね、えーでまあ、関連当事者も細かいところまでやっていけばです、ねえー、それはそれなりに対策は立てられることになりますけれどもあのただ 論点としてはね、まあ、ここ最近ちょっと関連当事者出てるんですけどもだから過去のね担当式試験のまあ歴史から見ると関連当事者ってまあそんなに出ていないんですよね、うん、なのでまあ最近出てるっていうところを考えれば関連当事者少し力を入れてやってもいいですけども、まあ、その全ての細かいところまでやっていくのはあまりにも費用対効果がね、えー、悪いのでまあ大まかなねまあ、レジュメに載っているところを中心に見ていって知らない足が出たら、まあ、今回ぐらい難しかったらもうこれは仕方がないと思って割り切ってください。はい。 でえー、続いて問題21問題の21の理論包括歴の表示ですけれどもこれも必ず正解が必要です、まあ、めちゃめちゃ簡単ですねこれもでただこれもできなかった方は基本簿記がイメージできていないということです特にこれ表示に関してですからこの包括歴計算書とかが頭に思い浮かぶかどうかというところになりますポイントとしてははいなので普段理論を字面でやっている方はひょっとしたら間違えてしまっているかもしれませんし包括歴計算書のひな形をちゃんと確認していなければ間違えてしまうかもしれません はい、でも、基本的にはこれも正解しなければいけません、えー、まあ個人的には、ね、そのガイネルマークと同じぐらい、えー、まあ一番、ね、簡単といってもいいぐらいな問題だと思っております、はい、で最後、ですね問題22の減損会計、まあ、これはもうテキストの説明のままですから、えー、まあ何も解説することはありません、まあ、正答っというのはひ、えー、必ずね正解をしなければいけない問題ですもう典型問題ですから。はい でここまでが個別の問題ですね、少しこう早口で,です、ねえー、申し訳ないですけれども、えーまあ、以上、22台ですね、見ていきました。で、えー、総合問題ですね、えー、総合問題は難しいです、今回に限っては、連結会計の総合問題である程度点数を取っていかなければいけないなって思われた方は、えー、非常に酷だったと思います。 で具体的に点数がです、ね、容易に取れるところは問題の27だけですね、えー、売り上げ原価、えー、ここだけは点数単発で取れますが、他はかなりきついかなと思います、ただ、問題の23は、今回、条件付き対価の問題は出ていましたけれども、これ条件付き対価に関しては公開草案が出てるということで、まあ、講義の中ではね、えー、ちょっと注意をしてねということは申し上げましたし、もしでも出していたので、まあ、そのレッズであれば、個人的には解けてほしかったところなんですね、問題23は。 でもまあ普通に言ったら条件つきたいかってマイナー論点ですから、うん、まあできなくても仕方がないとは思いますねだからまあどれだけ自分が対策を立てていたのかっていうところによりますはいなのでまあ27はマストだとして23はまあできれば正解したい、ね、特に公開もし受けられた方はね正解していただきたいなと思いますけれども十四、他の24252628はまあこれはできなくてももういいですはいなので総合問題としてはねトータル2十。 え4分の、まあ、4できれば8で4取れればいいですここは8取れた方は御の字ですで勘でもう1個当たって12点なんか取れた方はですね、えー、もう万々歳だと思ってください、えー、まあそれぐらいのレベルです、えー、内容は難しい細かいですんで、えー、だからですねぼっと申し上げた通りそり総合問題にある程度時間を割いてしまった方は今回財務かけのはきつかったのかなと思います、はい、なのでまあ今後のね、えー、まあ対策としてもあくまでも総合問題の範囲点って 4点6箇所の24点なんですね24点取るためにどれだけ時間を使うのかっていうのを考えてください個別の問題は今回88点あるわけですよ88点で時間配分ですね、えー、受講相談とかで、えー、受け終わった受験生に聞くと個別の問題60分総合問題30分理論30分でもこれって明らかにバランスおかしいんですよ個別の問題88点取るのに60分総合問題マックス24点かけるのに24点取るのに30分 配電で言ったら3倍以上あるのに時間は1分の1使ってるんですよ。これバランス悪すすぎますなので、まあ、これからね相互問題がどういう難易度になるのか分かりませんけれども、まあ、マックスかけても25分だと思ってくださいで個別の問題には計算の方ですね計算の方にはできれば70分ぐらいは使ってほしいです。 まあちょっととそうすると理論短くなっちゃうんですけども、ね、まあ65分から70分ぐらい使ってもらいたいですね。えー、でまあ相互問題ですからある程度ねその得点できるまでは時間かかります特に連結なんでタイムテーブル書いてから一気に点数が取れるっていう特徴があるんでその5分や10分ではおそらく部分点も取れないかもしれませんのである程度は時間かかりますけどもただそもそもこの担当試験試験の相互問題って満点取れるっていう性質のものではありませんから。 基本的なスタースは部分点です。6個中、まあ、4つが目標です。もう2つは捨ててください。で今回見たく難しければ、これはイレギュラーですけども、ね、もうそしたらもう成果連結で取れるところを取るっていうだけですよ。だから6分の4なんで16点、個別の問題にしたら2台分をどれくらいの時間かけるのか、ね、これは皆さんの連結会計のです、ねえー、まあ得意不得意っていうのもあると思いますけども、ね、そこと相談しながら、ね、これからの時間配分っていうものを決めてください。 はいでえーまあ、ここまでね解説していきましたけども、ちょっとですね、板書の方で、計算と理論が、えー、リンクできていないと、えー、取れない問題、えー、むしろ簡単なんだけれども、計算と理論がリンクできていないから、えー、解けない問題というところをちょっとです、ね、紹介していきますので、えー、まず理論の方ですけれども。 理論の方ですけども、これ問題11、17、19ね、ここははっきり言って計算問題と変わりません。問題11、17、えー、問題19。から11、17、19を落とした方はその計算の意識、まあ理論と計算の結びつきっていうところの意識が足りていないと思ってください。まああとまあ21も入れてもいいかなと。計算もしくは表示、計算もしくは表示。 え今回の表示系がですね、結構まあ出ていまして、えー、まあ包括利益計算書の雛形とかね、えー、そういったものがパッと思い浮かぶのかどうか、ね。まあ例えばですよ、えー、問題の十一かな。問題の十一のあ、問題の十一のあの選択し見ると、これ非支配株の資本益調整前当期純利益なんていう項目出てるんですけども、こんなものはありませんからね今。 だからこういった、まあ、見たことがない項目、これを弾くことができるかどうかっていうのは、普段連結 PL のひな型を意識して勉強してるかどうかです。で連結 PL のひな型ていうのは、僕で言ったら、入門の一番初めの、ね、テキスト7でやっているわけですよ。だからそういった計算部分、ね、表示部分というものを意識できていれば、少なくとも、まあ、この11、17、19、21の中のですね、えー、3つぐらいは正解できるわけですよ。 だからまあこの部分というのは、ねえー、ちょっと計算の意識、えー、これをえ持つようにしてください。はい、で、えー、まあ計算のほうは、ね、ちょっと今回、理論と絡むのもあまりなかったですけども、まあ、強いてあげるんであれば、えー、先ほどもねちょっと言いましたけども、計算の方でで、ね、ちゃんとこう理論的なところが理解できたかどうかというのはまあ問いの八ですかね、問いの八の、えー、まあ資本的質、収益的質の部分です。 ごめんなさい問いの4ですね、ね申し訳ないです問いの4ですね、ねすみません、問いの4。まあ、別に問いの8でもね、確かにその栗延の師さんのところは細かい理論的な知識が入っているかどうかなんで、一概にあの弾くことはできないかもしれませんが、まあ、メインは問いの4ですかね、問いの4で資本的質や収益的質のところがちゃんと理解できているかどうか、えー、というところは、少し、ね、理論にも絡んできたところだと思います。はいまあ、あとはそうです、ね、計算は今回それぐらいかな。 はい、になりますんで、えーまあ、そこまで今回、計算と理論ってリンクしていません、まあ、本当に問い4、問い8ぐらい、えー、なので、えーまあ、そんなに関係なかったですけれども、特に理論ですね、理論に関しては、えーまあ、うまく、ね、計算と理論を結びつけられることができたかどうかというところをですね、これからの、えーまあ、勉強で、またね意識をするようにしてください。はいえー、ここまでがざっと まあ全体としての、ねえー、内容になりますで、まあ、これからです、ねえー、どう対策を立てていくのかっていうのは人それぞれだと思いますけども、まあ、さっきね、えー、言ったとおり一つのやり方としては「広く浅く」というところですねそのテキストのランクが C でも難しくない問題はこれはやってくださいあの難しいものはやらなくてもいいですよ C ランクでかつ難しいものは出ても埋没になる可能性が非常に高いんでやらなくてもいいですけども C で簡単。 例えば今回であれば自己進化部薬県の減損って C ランクですけども別に難しくないですし講義でもやっていますあと代表的なものが例えば1株当たりの純資産額今回別に出てませんけれども1株当たり純資産ってテキストだとランク C ですけどもえめちゃめちゃ簡単ですからね30分もあればマスターできるような論点そういったところは意識してやってくださいだから特に3回以上受験されてる方はバサバサと論点切ってる方多いと思いますけれどもただ 今まで切っていたものについてもです、ね、何か変えていくという意味では、ね、やっていくカバーしていくという意識は持つようにしてください、ねまあ、自分の守備範囲を広げていくということですね、はい、で決して難しい問題を取らなくてもいいわけですからこれはもう担当論文そしてどの科目にも共通していることですとにかく会計試験は相対評価ですから簡単な問題をミスせず、えー、点数を積み上げていくことで必ず合格できるので難しい問題を意識しなくてもいいですだから今回は総合問題なんか無視しても構わないわけですよあと理論で言ったら問いの語、ね、これを無視しても構わないその分無視する分 絶対に取れる問題をミスしないように時間を使うということで、えー、意識してもらえれば、えー、点数は、ね、上がってくると思いますんでね、えー、まあそういうところの意識づけ、ね、えー、持つようにしてください。はいえー、それではですね、えー、財務会計論の分析についてはね、以上になります。皆さんお疲れ様でした